っただけのゴキブリが大手配信者呼び捨てにしてるの呆れます。いやちなみにね、あのバズったうちに入ってないからね。あふくさんお疲れ様です。バズったうちに入ってないでしょあいつは。全然入ってなくない。うん、ただ単に嫌われてるだけじゃん。嫌われてるだけでバズったって。アルカイックさんありがとう。あれだからそれはねちょっとね、なんか俺の中では違うんだよね。バズったんじゃないんだよな。うん、バズったっていうのはなんかこう面白いネタがあったりとかねすることなんだけどな。すくすくありがとう。そう、ただ単に本当にその今叩くところがなくて、なんか叩きやすい人物を見つけた時に相沢がすごくこうぴったし当てはまってるだけで、うん、本当にバズったら例えばあいつがこの炎上ネタが終わったとしても閲覧持ってますよ。パルちゃんのゴキブリは少しいるのに助かります。いやあれパルはね、あのあれですよ、相沢の名前を出したくないんですよ。あれガチで嫌いなのよ相沢のこと。ガチで嫌いだから名前出したくなくて相手にしてないって感じですよ、うん、ただそれだけ。だからなんかそのパルパルが相沢のことをなんかこうかばってる的なんとか一切ない、うん、マジで嫌いなんですよ。だからもうこの話題とかの中にも入れたくないみたいな、それぐらいのレベルですからね、うん、ミルクをプレゼントしました、ありがとう。そうそう、ガチだよね、うん、本気で嫌いなんですよ。メタさんおはようございます、うん、本当にバズってたら毎日警察に行かない。まあだからそうよ、結局自分のファンもいるわけだからバズったらね、うん、まあやっぱりある程度閲覧数が増えてくるとね、まあ今まででもそうですよ、あの最終的に殺されたユイガニだってファンはついたわけですよ。だからあのどんなことをやっててもやっぱりファンっていうのはね、何千人の人に見られるとやっぱり一人二人はね、あの来るんですよ、つきますよね。ただね、あの長く応援する人、まあでもいるんよな。ユイガでもそうだったからね、あのユイガでもあんだけおかしいおかしいってことをずっとやってても、ずっと長く応援してた人もいたから、まあただ一つだけ言えることは、うなちゃんマンでもそう、ユイガでもそう、あのアンチがすごく多くて多い人っていうのは最終的にね、配信で飯食っていけなくなりますよ、うん、配信で飯食っていけないから違うことをやって違うことで金を稼ぐしかなくなってくる。佐野さんも実際そうでしたからね、もう配信で食っていくんじゃなくて一緒にいたおばちゃんに飯食わせてもらうみたいな、そんな風になってきます。福さんナイスありがとうございます。そういうこと、でユイガはその闇バイトとかね、そういうことやらなくちゃならなくなったでしょ。だから結局最後そうなるんですよ、嫌われ者というのはそういう風になっていきます。続かないんですよ、あの結局そんなね、あのずれた人間のことを好きになる人ってこの社会的に受け入れられる人じゃないんだよ。だから受け入れてもらえない人たちばっかり集まってるから、お金とかそんな惚れる人いないのよ。そんなめちゃくちゃ金持ってる人とかそういう人がいない。だって無理だよね、その人応援できないよ、そんなめちゃくちゃこう社会的地位のある人は。うん、別にこうなんかボケーと見ててなんか変な人やな変わった人やなと思って見ることはできても、お金とか投げて応援はねさすがにできませんよ、うん、見てる人は結構いるよ、お金持ってる人でもね、うん、だってそりゃそうですよ、自分の周りにあんなやつはおらんのやから、うん、こんな変わった人なんかいいひんねんから、それは見てしまうよみんな。こんな世の中こんなおじさんおんにゃみたいな感じでね、面白いなと思って見るわけですよ。それは見るんだけど、やっぱりこうお金出して支援っていうのはね、うん、なんかその人たちが更生するためになんか頑張ろうと思ってますって言うんやったら、じゃあまあじゃあ一歩ちょっとね、支援してあげようかなっていう人はいたとしてもね、うん、だから佐野さんはそれで何回も失敗したよね。配信やってて自分なりに頑張ってやっていこうと思うっつって店も出してもらっていろんなことしてもらってってやったんだけど、全部こあのね全部こう裏切っていって最終的にダメだったと。ゆいがもそうですよね、ずっといろんなことやるっつって支援してもらってダメだって言ったから。死んだ人のことを悪く言うとか大丈夫よ、俺生きた時からずっと悪く言ってるから、うん、その330号さんね、俺の歴史を知ってほしい、うん、生まれてこの方うなちゃんマンとユイガのこと褒めたことないから大丈夫だよ、ずっと悪く言ってるから、うん、そう死のうが関係ない、変わりないんだよね、死んだからその人のね、評価が変わるわけないから、うん、ずっと言い続けてるからね、
ごめんなさい。逆にそのなんか死んでからなんかその人のことを祭り上げる人いるじゃん。祭り上げるっていうか褒めたたえる人いるでしょ。俺そういうタイプじゃないから、うん、死んでからも変わらずずっとうなちゃんマンとゆいがは叩き続けるから、うん、ね、まだ俺がまだ死んでからも向こうでもいじってやるからね俺、うん、ずっとやってるから、うん、うなちゃんマン、ゆいがの話全部やってる俺。大きく育ってください。育ちすぎだろ。出す。でもやっぱり佐野さんが死んだっていうのは、まあ、ちょっと寂しさは感じたかな。ゆいがはどうでもいいけど、ゆいかが死んだことに関してはこのみじんもかわいそうとか、もうほんのちょっとでもなんか悲しいとか寂しいっていう気持ちはないんだけど、佐野さんはやっぱり、うん、あと5年ほど生きててほしかったなみたいな、うん、5年ほどあの日々起きた時に今日のうなちゃんマンを見ようっていう、なんかあと5年間ぐらい楽しみたかったなっていうのはあったな、うん、それぐらいです、うん、やっぱあの人はこうそこはすごい人だったね。うん、このアイザーとか出てきた時にうなちゃんマンがどんな反応するかってちょっと見たかったもんな。うん、面白かったんじゃない。絶対絡みにいってると思うもん。うなちゃんマン好きでしょ。ああいうアイザーみたいなタイプ絶対絡んでると思うな。ああ絡んでたと思うな。家に呼んで、ああ家に呼んでたろうな。絶対してたよね。うん、だそこでバコバコ喧嘩してほしかったな最終的に、うん、まあ、結局うなちゃんマンのこと、あ、N さん今日もありがとうございます。うん、ありがとうございます。今2位だからね、うん、あと10万点で1位になります。パンちゃんって人なんか一生懸命頑張ってるね、うん、俺が1位だからパンちゃんごめんだけど俺1位取るからこのイベントすみません絶対に。うん、今月はもう絶対取らせてもらうよこれ。ミルク400ml ドーン出す。お豆腐ちゃんこんにちは。今日も元気に子育て中ね。 TikTok か。お豆腐ちゃんの TikTok は載ってるのかな。これ載ってるのか。載ってないよね、うん、お豆腐ちゃんの TikTok はわからないんだ。香川さんもうなちゃんま映画みたいになんちゃらじゃねデブってやん。何かわからん。肝心な部分が一番もう消えてしまってる。大阪人は怖くないですよね。当たり前でしょね。これ誰の写真使ってんのこれね。ありがとうございます。ここ投げもりもり育った、カーニがいい感じです。もうね太りすぎてまともに喋れなくなってきてるよ。ろれつが回んなくなってる。これは脳みその障害なのか体に太って肉がついたせいなのかどちらかは分かりません。うん、335やめろ悪口。お前見られてんぞ。お前さっきから書いてんのかこいつ。うん、初めて気づいたよそんなの。さっきから書いてるってリリーさんがいてよかったわ。わおカオさん10個だけありがとう。うん、ナイス。パスタ様ありがとう。1いけるかこれ。10個投げの10倍で7000ポイントだからね。まあいけるな。うん、ちょっとゴミ捨てよゴミ。もう部屋中がゴミだらけになってちょっとやばいから。うん、カオさんあれありがとう。よいしょゴミ捨てるぞ。ここからダイエットしなきゃ。はいっす。ああ体痛い。今日からダイエット応援してください。俺のことをガチでね、どれだけ痩せるか見てください。楽しんでいただけると思います。痩せ出したら俺すごいよ、マジで。俺痩せ出したら一気に痩せちゃうよ。みんなお楽しみに。結構すごいからね、俺本当にやり出したら一気にシュルシュルといっちゃうよ。うん、さあね、このシャツとか見て、もうこれが普通に入ってた、もう肩から違うじゃん。もうなあこれほんま
もうこの身幅で、この身幅であれしてんだからね。うん、これ別に普通にゆとり持って切れたからな。あ、玄関前置いてください。あります。よいしょ、いきますか。うん、ああ、イカプが、相沢の枠でアンダーバーの下ネタコメントを打ちまくってたら、次やったら帰省するって通知来たんですが、これはあいつに通報されたんですが、それは分かんないね。うん、通報された可能性もあるかもね。うん、おむつありがとう。あ、ゴキブリが配信を始めたんだね、このコメントのあれ用は。バーの奥は行きますかって。いや、だから金積まれても行かないよ。うん、お金積まれても行かない。うん、あ、ごめん、お金をめちゃくちゃ積まれたら行く。うん、お金がめちゃくちゃ積まれたら行くよ。うん、ペロちゃんだゆサブ、なんでサブやねん。本画でほらんかい。アンダーバー踏みすぎたらバン。ああ、なるほどね、それもあるんじゃない、確かに。うん、そういうのもあるのかもね。俺ちょっと全然知らないけど、アンダーバーになるコメントなんか書くことないもん。だってそう、このすくすくご飯。あ、くちさんおはよう、ありがとうございます。メアレスさん初コメントありがとう。猫2匹、うん、ゲーム好きで、お、霊種のみ2号まで、2号までで決まってんだ。週2回のお決まりコース。なるほどね、配信はほとんどしません。霊種が好きなんですね。2号までって決めてんだ。それ我慢できるのがすごいよ。俺我慢できないお酒は。伊豆たんありがとう。伊豆たん俺配信やめましたね。伊豆たんね、あ、本話から来た、前も投げてくれたね、これ本話からね。うん、カオさん風船ありがとう。10個だけ、うわー、起きたてー、あう、あたす。ゴキブリのひこぼんに、あんたなんでそんなに物事好きな、平和にやりって言っています。アホなんか、あいつは。アホなんか。誠司さんの本人通報で、まあ一応ねラジオにしてたらしいから。うん、あ、5個だけあれ出す。ベビーカー10個だけ嘘でしょ、あれ出す。いや、しんちゃんとかはあの人なんだかんだ分かってるから、相沢の店なんかで行ったらネットでね評判を下げるっていうの分かってるから行かないよ。うん、アホじゃないからね。で、自分たちによほど利益があるんだったら行くかもしんないよ、そりゃ。はい、ナイス。お父ちゃんもいいの貼ってくれた、これ TikTok 見よう、確認しよう。お父ちゃんの TikTok 確認しよう。ありがとう、ここ投げ。配信者からね、いただくなんてね、ありがたい話やで。確認、確認。あ、これか。どんなやつやってんの、これ。うん、顔出しをしてるんや。化粧か、これ。お豆腐ちゃん細っ。お豆腐ちゃん細いね、これ。ちびちゃんとお子さんとのね子育てを載せてるのかな。だから結構やってるな、 TikToker として。あ、健全なね、セクシー路線じゃなくて健全な人でした。安心しました、僕は。あ、でもちょっとなんかちょっとセクシーかもしんない、この辺の人服装はね。うん、ちょっとセクシーか。え、これ
ログインしました。ログイン、なんだこれ、どうし、どこだ、あ、ドクターか、なるほどね、お仕事をされてる、これナース的な、これいつもこんな感じで働いてる、これ TikToker いるんだな、これ本当にね、ドクター TikToker ありがとう。え、どういうわこれ、なんかあの仕事だけで判断するのはあれですけど、セクシーに感じてしまうとこあるよね。うん、ねえ、ちょっと待って、なんだこれ、電話が鳴っております。税理士さんからずっと、来週、ちょっと待ってね、OK、 ちょっと今何ですか、 C さんありがとう、ちょっと待ってね、ちょっと待ってねばっかりで申し訳ない、12時とかな、14時半でしょうか、豚さんがあんよになりました、ありがとうございます、育ててくださった方々ありがとう、あんよモード突入、何でしたっけ、なんかありました、よいしょ、まあ彼女が言ってる話をね、ぜひ皆さんお話しくださいませね。はい、こんにちは。あ、ナミさんね。おー、ありがとう、ナミさん。カラオケマイクでね。うん。ベビーカー10個だけありがとうございます。カオさん。うわ、あたす。ヒコポンはまだだから相沢なんかに絡みに行ってんだね。うん。合コンだけありがとうございます。トシさんもありがとう。で、さっきの人どこ行ったんだろう、あのベルちゃんに対してこれを言ってた人。どっか行ったのか、うん。うわ、シロさん。5個投げもありがとうございます。ナイス。10個投げもありがとう、カオさん。あ。みんな相沢の放送気に入ってるってことか。好きだね、君たちは、本当に。ねえ、500の30、ナイス !5 個か。好きすぎるでしょ。ねえ、あいつの声をよく、俺もうあいつの声を聞き続けるのが無理だからね。もう本当、その辺がすごいと思うわ。ずっと聞いてることが無理。うん。イライラする。普通に喋ってて、あの、なんか普通に喋ってる喋り方自体も嫌いなんだよ。うん、もう俺ね、人間的だから生理的に受け付けないってこういうことだなと思いますね。ちょっと普通に喋ってるだけ、あいつが当たり前のように喋ってるだけでイラッとしちゃうから、うん、だからもう見ることもないね、うん、
だから切り抜きとかで送ってくれるからそれは聞くけどね。うん、そうでしょうね。一回ダメになると無理よな。うん、まあでもあと少しなんだけどね。なんでこれふわっちの運営さんももうしちゃえばいいのにね。うん、やっちゃえばいいのに。もういっそのことポーンとねやっちゃえばいいのにね。なんでやんないんだろうね。不思議なもんですよ。枠を踏む意味がわからない。今日もリスさん戦ってるのか。そうよ、誰にも相手されなくて中村と和解をしていました。あー、見るのが。お豆腐ちゃんもね、もうそういう精神衛生上良くないでしょ、ああいうの見たらね。うん、そうよ、私も無理なので見てません。そうか、やっぱ見てない人たちが多いんだね。うん、でもやっぱりそのあそこまでいろんなことしでかすやつだから、なんかこう何があったんだろうってね、気になる人もやっぱいるよね。何があったのかなってね。うん、あいつの行く末を気になる人はいるんだよ。あんなとこまで嫌われたらその人は一体どうなってしまうんだろうってね、気になる人はやっぱいるんですよ。うん、あやちゃん今日もね、ミッキーにビンタされながらありがとうございます。誠司さんが本人通報してるのにバンにならない理由は何でですか。うん、だからまあ一応だから前回はその何だったっけ、バーチャル背景にしていったと。で今回はラジオにしていったと。だからその辺で情状酌量の余地があるんじゃないか。うん、あの人の方言はどこの出身なの。関東なので分かりません。俺も知らんけどね。うん、関西なのは関西なんじゃない来。あ、でもあれやね、なんか誰かに私の生まれはここやでみたいな話をしてたのが大阪だったから、大阪なのかもしれないけど、あいつ言ってることのほとんどが嘘だから信用ないよね。ほとんど嘘だもん。だって本当のあいつは言ってることがほぼほぼ嘘やでね。うん、ちょっと待ってや、ちょっと待ちくださいね。よいしょ、イエーイ。株買ったわ、1万8000円買ったぜ。昨日の焼肉代ちょっと浮いた。 OK、 これでニコニコできるな。うん、やっぱり株っていうのはちょろっとやってちょろっと儲けてやめる。うん、これが OK だよね。 OK、 サンキュー。政治がタンプレのランキング発表。おい、パルパルの誕生日ランキング、ちょっとそれ気になるよ。うん、それ俺見たい、見ていい、それ俺見たい見たい見たい。うん、タンプレの、え、気になる、見よ、見よ、見ないと。あやかさんありがとう、皆さん仲良くしてください、ありがとうございます。それなんか、まあそれならまあちょっと嬉しいかな。3位でもいいじゃん、5位じゃん。あ、うん、え、じゃあムルヒ君のプレゼントは何位だったんですか。最下位ですね。あ、それはもうダントツの最下位。その上が山田。山田、山田美顔器と、あの、はい、ドンキで買ったから。ああ、ありましたね。頭のヘッドスパのやつ。あ、あれ先生あんま興味示してなかった、あんまり。うん、ドンキの袋から出てきたからね。あ、ちょっと、うん、気持ちがこもってないっていうか。うん、なんかね。で、これドンキはないるね、あの袋はね。ああ、確かに。うん、ちゃんとね、混装されたやつがいいよね。パル下から3番目。で、あの天然ちゃんのシャンプーが、下から4番目。あ、じゃあ、天然ちゃん、まあ、養分とさ、ゼロワンのハイブランドだからね。じゃあ次第3位です。俺やな、俺でしょ。貴重さん、あ、花ね、花なんだ。うん、おー、貴重さん、ね、そのこの次俺でしょ。取れなかったってことで花プレゼント来てちょっと嬉しかったんじゃない。うん、あのちょっとお花の写真はないんだけれど、生産的にはちょっと値段的にもね一番高いからね。あ、了解です。うん、じゃあ次の、第、あ、でも あと3人いるわ。もう一人ね、あの、うん、結構いるんだよ。じゃあちょっと全員の顔出すわ。うん、あと中山健。お、中山、はい、中ちゃんからも来たのよプレゼント。はい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 、
何もらったんす？スニーカー、ナイキと。おお、いいね。それはないなんですか？それはね、その上だね。ああもうじゃあ天然さん上だから。全部でちょっと待てよ。養分基調ゼロワン香川中ちゃん。うん。ムロヒ山田。山田天然それと。天然。あと小前くんね。小前。はいはいはい。だから全部で一二三四五六七。小前もあったね。うわ。でその中での、はいはい、そうですね。じゃあ、次が駒井くんですね。駒井くんはなんか、1位が全部書いてっていい？ああ、もう、発表していい？あ、じゃあ、いいですか、まとめて。うん、まとめちゃうね。はい、お願いします。そう、スニーカー好きなんだよね。じゃあ、本田さんのランキング式プレゼント。靴見たらよかったね。靴なかったんだよね、玄関に。9人です、まあでももう今俺の場合は上位3名に入ってるわけだから3番目だけでも嬉しいよ。はい、村木、村木くん9位です、おめでとうございます。8位、山田。あ、山田、ドンキからね、袋がちょっと範囲だったそうです。7位、はい、小前くん。小前くん、あれ、おお、そうでしょ、米が確かね、白ね、あ、し、白っていう高級のね、芳香剤、白、なるほど。6位、天然ストレート。天然ちゃん、パルパル上位めっちゃ上がっていってる、パルパル上がってるよ、すごいよ。はい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 、ゲスト、でもあれ嬉しいんだから、嬉しかったんでしょ、生産的には。嬉しい。おー、はいはいはい、じゃあ、5位、おお、パルパル4位、すごいよ、パルパルが上がってきてる。4位、中ちゃん、あれ、ちょっと待って、これパルパルの犬、パルパルの犬入ってなくない？これ入ってないだろ、これ。アーゴさん、ありがとう。3位、香川、あ、来た、香川さん、3位来た。俺これ絶対犬入ってないだろ、これ。入ってない。2位、迷った、これ、これゼロワンかね。1位ですよね。3位だ俺。ゼロワンか、まあ、金額的な問題もあるよな、これな。30万だよ、だって養分は。嘘だろ、そりゃそうだろ、パルパルの入ってない。パルパル入ってない。嘘だろ。最下位。10位。ひどくない？10位なの俺。値段の割には、機能性がなんかあんまりない。せいさん、あれシリなんだよ。ヘイルーナって言ったら天気予報もね、言ってくれるようになるらしいんだって。だから最新式の犬だからさ、最下位やめてよ。ひどいよな、俺。まだ仲良くないからさ、まだ。そう、仲良くなってよ、ちょっと。愛着湧いてよ。仲良くなればいいの。まだ仲良くないから、生まれたばっかだからね。あのね、防犯カメラにもなっててね。で、悪い人が入ったら吠えるらしいんだよ。本当？だから、ちょっと YouTube とかに落ちてるらしいんだよ、この動画とか。あ、そうそうそう、見てほしい、それを。これ見てからちょっとやるわ。超えたとこでどうなんだって話なんだ、あれ言うが。ちょっと見てほしい。せいさん、ごめんね、なんか変なプレゼントで。いや、いいよ。せいさん、嬉しいよ、気持ちが嬉しいよ。気合い入れて買ったんだけど、何を買ってあげようかなって、その二人でさ、迷ってるところ、想像しただけで俺は嬉しいよ。いや、もう本当は、ルンバか、あれだったんだよ。すごい嬉しいよ。ルンバの方がちょっと安かったんだよね。みんなお店入ってさ、悩んでくれたんでしょ、俺のために。何がいいかなって、ゼロワンとか、養分とか。そうだね、それはもう、気持ちだよね。100円とか。そりゃそうよ。俺のために時間を割いてさ、悩んでくれたってのが、嬉し
前以外の犬は頭になると思ってた気持ちでね、うん、でも先生プレゼントには態度に現れになってたけどね俺、うん、ちょっと気になったことがあって、うん、あのブランド物のなんか、うん、袋は綺麗に破いてたじゃん、うん、でそれもちょっとまとめてたじゃん、うん、あの持ってたよ全部あそうでもその配信上良かったなルーナの箱だけはもうなんかもうゴミみたいな扱いしてたよねないってことだからいらないからいらないからなるほどねそうもうそれで決めてくれたんだね売るやつはね俺も売らないからねせいさん安心してくださいうんタメちゃんの誕生日もうすぐだねあせいさんそんなこと言ってくれるのうんお祝いしたいよもう楽しみにしてるじゃんやり返すわやり返すってなんか悪いことしてみたいになるじゃんそれルーナがうんルーナ悪い子ちゃんじゃないから仲良くしてねうん、はい、じゃあすいませんセンさんほんと出てくれてまたよろしくお願いなるほどねいやでも確かにあれはいらないんだよねうんあれはいらないんだ確かに、うん、あれ送られてて困るものあれルーナえしかも、立ち悪いのが、あの、無限に生き続けるっていうところだよね。立ち悪いよね。うん。いや、これ、リスナーさんが選んだあれだからね。よかったよ、皆さんが選んでくれて。うん。いや、そう、配信ネタ的な、いや、ほんと、あれ一生生き続けるって立ち悪いよ、あれ。いや、ほんとに。立ち悪いよ。うん、いつになっても死なないからね。いや、ほんといらない、俺は。うん。ルーナいやいやいやまあ仲良くなれるかもしれないけれどそうなんか40歳で一度も結婚しなくて子供もいなくてって彼女もいなくてルーナ買い出したらもうおしまいだろそれうんそういうところにその愛情を注ぎ出したらもうおしまい違いますかうん麦子さんいいんですかいただいちゃってこれ豚ありがとうここだけあお観葉植物いや観葉植物もね買ったことあったようん買った買ったサボテンが見たことないぐらい硬くなってたようんサボテンってあんなに硬くなるんだってねうんそんなレベルでカチカチになってたわなうん隠し子いますよね信じられませんまあ隠し子はいるかもしんないよね。まあというのもその隠し子っていうか隠され子っていうの。うん。隠され子はいるかもしんない。要は俺との子供が実はいるんだけど俺にすら教えてもらってない子はいるかもしんないね。それはわかんないですよ、それは。はっきり言って。まあそういった性的行為をした時に、子供ができるようなことをしたことがあるのかないのかで言われると、したことはあるとは思いますからね。だからその可能性はあるんやない?ただ俺はその伝えられたことは一度たりともないよ。うん、そういうなんかできましたみたいなことを言われたことはないですが、その、なんていうの?堕胎経験はありますけどね、勝手に下ろされたことは。うん。そうそうそう、そういう話。うん。あいつらの店ですが、違法性はないんですか?教えて、香川さんと。俺ね、正直、なんていうの、違法に営業しようと思ったこととかがないから、何が違法かは、イギリス人に聞いた方がいいんじゃない?知らないこと多いと思う。要はね、風営法の許可とかで、やったらダメなことっていうのはあるわけですよ。遊興だとか、そういうふうなこと。その他以外のことを、あんまり勉強したことがない。だから、なんだろう。なんていうんですか別になんか何がダメなのかが分かんないで正直調べていけばいっぱいダメなところあるんじゃないうんなんかでも一個 LINE かなんかに送られてきてたのが営業許可証の使い回し要はその俺が営業許可証を取ってるとするじゃない香川隆一で取ってましたとなるとその他以外の人に営業させてはならないということですね。うん。
要はそういうことですよ。そうそうそうなのよ。そんなのわざわざ悪いことしようと思わないから調べないでしょ。うん、でただやっぱ何か新しいことやるときっていうのはこれっていいのかなっていうのはやっぱちょっと疑わなくちゃならないわけじゃない。なんかやるときにはこれは違法性あるのかないのかっていうのは調べてやるよね。うん。だから相沢の場合は今疑われてるのは営業許可証が自分の名前で取ってないにもかかわらずその店を買い取ったと言って自分の店だ自分はオーナーだと言い張って営業していること。でこれはすなわち違法性があるのかどうなのかって話ですよね。うん、そこだと思う。キマちゃんおはよう。ねえ、もうキマちゃん、キマちゃんこれ20万でしょこれ。うん、そう。で一応その店の営業許可証に関しては名前はあいつの名前ではないんですよ。うん。まああいつはだから大丈夫としか言わないよね。うん。誰が何と言おうと私の店。まあだからあの勝手に言うてるだけやからね。自分の店っていうのは勝手に言うてはるだけやから、それ自由に言うことは自由ですよ。うん。ゼロワンのお祝い9万と6万円15万円ね。うん。だから金額ランキングで言ったらどうなんだろう。1位養分伊藤、2位ゼロワン、3位俺、4位パル佐藤宇佐。まあパル半額だから4万5千だね。何かあった時責任取る、いや違うよ、責任を取るのはその、営業許可証を取ってる人間に決まってるよね。で剥奪、あの営業許可証を取り上げられた場合しばらく営業許可証取れないからね。だから何かしらの問題を起こして警察が入ってもし営業許可を取り上げられた場合はその人は結構大ダメージを与えられるんじゃない。うん。買い取って自分が何々ってことはこれなんて書いてんだろうな。許可証も他人ではダメです。その人の下で、そうそう、だから要はその人の下で働くっていう状況であればいいと思うんだけど、ただそれがね、あの営業許可証的には問題がなかったとしても、その店を貸してる不動産がダメとしてる場合があります。はい。要は俺がその不動産に行ってここの店を借りました、店舗を借りました、営業許可証も取りました、で違う人に働かせますっていうことをそのビルの持ち主自体が禁止してるとこある。うん。まあ、要はそのそういうふうな許可だけバンバン店取って押さえておいて外国人とかでバーッと働かせてその店自体がそのね、あのビル自体がなんか違法な営業ばっかりとかになったら困るわけですよ。だからそういうことを許してないとか多いですよね。直接そこの許可を取った人しかダメですよっていうとこが多いんで、なのでそのまた貸しとかそういうパターンって結構こう禁止されてるとこ多いと思いますね。うん。で言ってしまったらだってそこの、うん、また貸しね、やっぱりそこのそのビルのあの顔なんていうの、ビルの責任にもなるわけじゃん。そんなとこばっか入れてるビルって言われたら困るわけですよ。だから直接やり取りした人だったら信用できるから貸してるんでその人が営業してくださいねみたいな。うん。まあそんなものって大抵のことはバレないんですよ。うん。バレるわけないんだよね。それはなんでかっていうと、うちうちで話渡しといたら、いや自分で雇ってるだけですって言われたらおしまいなんだから。でも今回の場合は配信上でしっかりとあいつが、私が買い取ってやってるんだっていうことを大々的に言ってると。じゃあその不動産に持っていきましたってなったら不動産会社はどうですかと、ネット放送でこんなこと言ってる人いるみたいですけど本当ですかということになるわけですよね。うん。だからまあそういうものをまあそこの不動産会社に送ったりする人はいないとは思いますけども、そういう情報とかを送る人もいるのかな。うん、わかんないよ俺は。いるのかもしれない。そんなことよりプラチナたぬきさんいた今。よ、ちょ、これ偽物かい？これ本物かい？わ。プラチナタヌキいた、これ。下々のものね。うん、控えろ、これ。控えなさい、君たちは。来たで、これ、プラチナタヌキ、これ。うん、俺の今日の一日の人生を左右するプラチナタヌキ、来たか、これ。はぁ。今、スルーしてたけどね。うん、ノラはもう黙っといてくれるか、今。今一番大事なタイミングやで、これ。すくすく、まんま、くれるでしょ。お金いらんからすくすくのやつだけくれへんかな。本当に
アイテム買いまくって、このすくすくのこれ豚、俺豚のぬいぐるみだけがどうしても欲しいから、それだけくれません。で、あとの課金のねやつは応援してる人に投げていいから、このすくすくだけ俺欲しいのよ。うん、おまけだけ欲しい。俺豚と象が欲しいんだよ、これ。ねえ、お願いしますよ、これ。おむつ10倍これ誰？ああ、男性の方、これありがとうございます。でプラチナタヌキっていう看板をつけてコメント書いたってことは、もうね、それすなわちでしょ。うん、すなわち、まあ、ちょっとぐらいは、まあ、な、無料のやつやったらやってもいいかなみたいなね、それぐらいの感覚じゃない、これ。まあ、そういう感じです。はい、だからまたがしみたいなやつをそのしてるとね、もしかしたらその店が規約違反でもう追い出される可能性があったりしますね。うん、だとしたら困るだろうね。そこの人たちはもうそんなやつに貸したせいで、あいつに貸したら警察とか入ってややこしいね、店になって営業ならへんってなったら、もうあいつにそうやって貸したりする人もいなくなったりするかもね。うん、気づかれたらいなくなった？違うよ、今いっぱい買い物してんの、いっぱいいっぱい裏でウェブで購入しまくってくれてんだよ。しゃあねえなってことで、うん、だから今出てこれないのはそういうこと。今君たちと違うんだよ、ノラ。一緒にすんなよ、ね、一緒にすんな、プラチナタヌキを。なめんなよ、おい、意外にしろよ。当たり前だろ、プラチナタヌキが。俺来た、ほらな、来たでしょ。7方リス戦です。いや10個じゃないでしょ。うん、メイドカフェにゃんにゃん来たよ、これ来た。まだ店長来たわね。え、仕事帰りどころか普通仕事中に送ってるだろ、これ。うん、店長送ね、店長が投げてくれてるからね。うん、ありがとう、徳島から届いてます。そんなはずがないだろう、飛ばないはずなんて。プラチナタヌキだぞ、プラチナタヌキがわざわざプラチナのバッジをつけてコメントするってことは、どう考えたって何かちょっとこういう人に興味示してるっていうか、自分の身分を明かしてもいいなっていう一歩近づいたあれだよね。でも無料アイテムすら飛ばないとかあるの？その見たことないけどね、そんなプラチナタヌキは。松源さん来た？源さん、松平源さんにご報告です。プラチナタヌキさんのお話じゃなくて松平源さんにご報告があります。連絡が来ておりました。ですね、こちらまた お読みさせていただきます。香川さん、松平の家に行きたいという話を耳にしたんですが、あの家は便器を拭いた雑巾で部屋中を拭いているバイ菌だらけの家ですから、マジで行かない方がいい。あと重度の水虫だし、素足で家の中を歩き回っているからうつるで。アンチだからとかではなく、あいつの配信見てるやつならみんな知ってる。排水口を洗ったスポンジで食器も洗うようなやつの家に行きたい？もしそれでも行きたかったら一言伝えてほしい。いつになったら俺から逃げずに直接対決するのかって、やれんのかって。こいつ自分から喧嘩吹っかけておいて逃げ回ってるから、アンチと分かればすぐ殺されですから。証拠等は YouTube で見ていただければ嫌というほど出てきます、ということでね、ポンニーという方から連絡いただきました。ご連絡してあげてください、よろしくお願いいたします。
俺んとこに来るからね、うん、水虫がどうたらこうたらの話は正直どうでもよかったでしょ、うん、自分に連絡をしてこいっていうことを伝えたかっただけだと思いますね、うん、ほんとこれ排水口のスポンジを食器洗うってこれ、いや、この人結構綺麗好きな印象あるよ。だって放送見たら1日であれキッチン洗ってる回数5回ぐらい洗ってるもん、うん、何回洗うねんって言うから、シンク洗いすぎだろ問題あるからね、シンクと風呂掃除しかしてないんじゃないかってぐらい、うん、いつもやって囚人番号をついてる人みたいなね行動してるよ。八王子にちらし寿司作った時も生物を素手で盛り付き、それを批判したら即風呂されました。うん、なるほどね。いやでもね、まあ俺は面白いですけどね、今のメールの反応したまででした。うん、ももこさんありがとう。トイレの便器を素手で洗ってなかったかと、まあ、それはまあ別にいいとは思うけどさ、いやていうかみんな素手じゃないの。逆に何で洗ってるの、みんな素手じゃなくてゴム手袋はめてるってこと、それはちょっとあれしすぎじゃない。プラチナタヌキどこ行ったって、もう触れてやらなんてならないでくれね、もう大変なんだよプラチナタヌキ、もうそっと消えたいことあるんだよ。ああ、えってな、素手でやるでしょ、みーこちゃんやんないのねえ、あなた何で洗ってんのじゃん、あんた言うてみよ、これみーこちゃん素手で洗うでしょ、はや、ゴム手袋しますよって、はマジで言ってんの、全然俺素手でやるわ。え、なんでゴム手袋でやんの。そうそう、便器だから、要は一番トイレ掃除ってまず中のこう裏側とかこうブラシみたいなやつでクシクシクシってやるじゃん、で中ピャーってやってね、でその後こう外側をこう拭くためにこうトイレクイックルで持ってこう素手でギュッギュッとこう拭くんじゃない、全部もう素手で触るぐらいまで拭くんじゃないの、違うんだ、ゴム手してブラシ使ってます。そブラシ持ちにくいだけじゃないそれ、使い捨てゴム手袋します。あー、じゃあ俺ね、それって自分の手は汚れてもいい状態だからっつって、例えばじゃあ汚いとこペタって触って、それでこうバーって拭いた後にまた一回ペタって触ったら、そこまた汚れてんじゃん、うん、だからそれって違うんだよね、やっぱり素手でどこ触っても素手で汚くないっていうぐらいまで拭き上げるからこそ綺麗な状態で仕上がるんじゃないの、トイレは。え、そうじゃないの。ちょっとさっきさ、コメントで見かけたんだけどさ、開示請求するために金くださいみたいなことやってたって聞いたんだけど、そんなことやってたのねえ、そんなことやってたの。だとしたら俺ちょっと本人通報するよ、いやマジで。だってさ、それでもし来なかったらどうすんの、これ詐欺じゃん。そう、詐欺じゃない。だってお金がなかったらやりませんって、そんなことでお金をさ集めようとするのって、じゃあいくら集まったらやるわけ、それ証拠出せんの、やばくない、いくらでも言えちゃうじゃんね、まだ集まってないから、まだ集まってないからって無限に言えちゃうよね。いやこれね、運営さんね、そこはちゃんと見た方がいいっすよマジで。開示請求したりからとかで、それはやばいっすよ、一種の詐欺と一緒だよ。だって俺何も届いてないよまだ。そもそも開示請求なんかする必要性もなく、僕法人格持ってますから、何回も言ってます、僕法人格ありますんで、開示請求なんかする必要性ないんですよ。弁護士に直接そこから僕の会社宛てに送ってくれればいいわけですから。うん、これはやばいですよさすがに、そういった金儲けの仕方は。うん、まあ過去にもいましたけどね、同じようなやつ、うん、訴える訴える詐欺、開示請求するする詐欺ね、うん、いつも言ってんのにね、弁護士から直接連絡させろよっつって、ツイッターも全部分かってんだから弁護士から連絡させろよってね、いつも言って、そこで俺が逃げてから初めて話が進むわけであってさ、うん、リスナーに払わすのはおかしい。でそれでさ、こんなことで、アイテム飛んでたん、
アイテムサムゲタン、どっちだ、飛んでた、それでアイテム、え、飛んでた、どう、飛びまくり、飛んでない、だから2つは流れてる、これ飛んでない。800円、弁護士費用を求めて800円。うん、お前どんだけ嫌われてんだよ。うん、もうやばいだろお前、もう囲いゼロじゃん。すみません皆さん、ゴキブリがやってることがおかしいと思う方、右下の拍手マークいつか、これ、すみません、相手が500円儲けたらしいです。僕ナイスで5万円儲けようと思いますんで、皆さん力貸してくれますか。無料でできる支援です。僕は相手もねだりません。無料のナイスだけで勝ち取ってやろうと思いますんで、いらっしゃる方々全員応援してください。1200ナイス求めております。すみません、よろしくお願いします皆さん。これ1200ナイスもらったらあいつで5万円稼いだことになるからね。私たちはね、あいつのことは嫌いだと、苦手だという方、応援してください、よろしくお願いします。増え方やばすぎだろこれ。パルパル死ぬで、これ見たら。アルルちゃんありがとう。パルパル、このナイスの増え方見たら死ぬで。うん、これが力だよ。麦子さん5個投げありがとうございます、ナイス。あ、ダルビッシュさんね、無料アイテム大丈夫か。ダルビッシュさんこれ心配だよ、これ相沢に叩かれないかね。ダルビッシュさん、うん、男性なんよ、ダルビッシュさんって女性じゃなかったんだ。うん、ありがとう。ブロックさんやばいよこれ。うん、これ5アイテムかもしんない。うん、相沢さんの話題作りなら100万円以上かかるからお金持ちなんですね。話通りなら100万円以上かかるから、ああ、彼女の話通りだったら100万円以上かかるってこと。金に糸目をつけないとか言ってた。それはね、お金持ちのが言う人のことやね。お前は糸目もつけられないんだよ、わかるか。金がないんだから、なんだ金に糸目をつけないってねえだろお前、金なあ、お前金ないやん全然なあ、お前無敵の人やんお前、だから言ってしまったら、うん、金に糸目をつけないから応援しても、言ってること謎なんだよね。まあでもね、あいつが言ってることなんてほんと過去の偉人たちはみんな言ってきたことだから、うん、お前なんか自分がすごいと思ってるでしょ。過去の偉人たちはもっとすごいぞ、うん、見習ってこい、過去の動画見てこい。うなちゃんまん、ゆいが、みずにゃん、お前その3人見た方がいいよお前、全く同じ人生辿ってるから。うん、1人は孤独死、1人は殺人ね、もう1人は配信会からほぼ追い出されてます。大丈夫かお前、次どうする。うん、だから見習ってこいお前、先輩たちがみんな言ってるから。お前の言ってる発言の遥かなる先のことを言ってるからね。お前の言ってることなんか全部ペロリンチョでめくれちゃうよ。うん、マジな話。いや、ほんとほんと、お前の言ってることなんか。あ、そうなの？ダルビッシュさん。ダルビッシュさんってでもよく名前出てくるよね。うん。女性の人やと思ってた、俺。相沢が訴えるのはリストの配信者、雑談たるき3名。神だから勝つそうです。もうだから、まあ、そこはちょっと面白い、その発言は。神だから勝つっていう、うん、もうもはや神じゃなかったら勝てないっつってんだからね、うん、普通の人間では勝てないって言ってるから、ちょっとそこは面白いけどね、うん、自分を神だとして考えない限りもう勝ち目がないと思ってるんだから、うん、頑張ってやってほしい神様ね、やってください、うん、前から言ってるけど君は本当にもうどん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 天に召されていってるからね、あと少しでも天に召されて終了だから、まさに神に近しい存在だよ。もう一人いたな、君に近い人間ねえ、まあ、ツバニャンねえ、あとは朝比奈エミリ、朝比奈エミリに近づいてんのかな、朝比奈エミリに近いか。うんねえ、ずっとツイッター上でね、病的なコメントを書いてますよ。ルーちゃんねえ、ありがとうございます。飲んでるのは酒ですか。いや俺も今日から本気でダイエットしなあかんからさ、うん、ちょっとね頑張らないとダメなんで。どうぞクマ、あーありがとう、あるの方ね、金クマありがとうございます。この金のイベントも終わっちゃうんだねこれ。あ、ルーちゃんありがとう、すくすくご飯、すくすくご飯をください、ナイスと。私はナイスとすくすくご飯が欲しいです。
あとはこのミルクね、ミルク、すくすくご飯、ナイス、この3つがいただきたい。全部無料でいけな、これ。政治だけ金取ろうとしてるんですか。まあ政治のやってることで、あのあれは精神的苦痛とかね、そういったものでお金取ろうとしてるんじゃない。うん、ありがとう、すくすく。あ、キマちゃんありがとう。ダルビスさんいいんですか、いただいちゃってありがとうございます。イベントアイテムベビーカーありがとう。ナイス。まあ相沢浩紀のやってることが 100% 間違っているとは言えないけども、でも今現状 100% 悪い方向に進んでるよね。アルルさんもありがとうね、アイテムね、助かります。この人はカツミウエスト、カツミウエスト、濡れ髪系だね、ちょっとね。ありがとうございます。顔だけ見てると太って見えないですね。だいつもこれはなんか痩せて見えるって言われるんだけど、もう喋り方がさ脳梗塞っぽい感じになってきてしまってて、俺脳梗塞の毛があったんですよ昔、こうあの左手がしびれてね。そうだからちょっとね、ろれつも回らなくなって、こう言葉が出なくなったりしたことがあったから、多分やばいんだよ今も。ちょっと気をつけないと。あの作り方ありがとう、一個投げ。そう、訴状が届いたら香川さんはどんな対応されますか。いや、もうもちろんそれは弁護士を立てて話をするでしょうね。間違いなくそこは戦うでしょう。だからそう、従う必要性ないからね。ただやっぱり今回の件って相沢浩紀と俺の話っていうのは、もうそもそもお金に何も ならないね、時間だけがただただ取られる、めんどくさいことなんですよ。あいつみたいにほら何もない人生と違って、俺なんてさ、まあ、いろんな人たちに見てもらってさ、楽しくやっぱこうやってやってるわけですから、だからね、めんどくさいですけどね。でもドンとかかってきてほしい、はっきりすっきりさせようやって話よ。むきこさん25分、ありがとうございます。いや本当に本当に、もうドンとやってきてほしい、一気に全員戦おう。ここではっきり戦って、白黒はっきりさせようよ。和の方ありがとうございます。10人近く、結構お金かかると思いますよ、10人訴えるってね。なかなか難しいと思うけど、頑張ってやってみてください。なんか面白くなるね。また配信のネタが増えてでもいいですよ。裁判の状況はこういう風になってますってね、広められますから。川の示談金によっては示談するって言ってた。足元見られてるな。人権団体に訴えてさ、裁判やって金取ればいいのにね、な、示談って。どうぞ。チムさんありがとう、サバカだけどね。本話がどこ行って。そう、白黒つけたいよ、白黒つけて、そしてその状態を運営さんに送って永久版にしたいよ俺。こういうことになりましたと、このような状況になりましたので、ぜひ誹謗中傷してたと認めていただいた上でね、運営さんに精査してくださいと連絡させていただきますよ。そっちの方がいいよ。ヒロポンさんありがとうございます。ヒロポンロカビリーね、毎回発言が何目線っていう感じなんでしょうか。神らしいからね。あんなに慕われてない神様いるんだな、少しですが。いやいや、殿塚方今日もありがとう。香川さん、ガンの話、パルちゃん転送01で夜食行った金額2万2000円でした。いや俺の方が払ってないやないか、ほなら。ムカつくわ昨日の夜食代だ。でも株で今日1万8000円ぐらい買ったから、8万8000円ぐらい買ってアイテムももらったからプラスかな。どうぞー、ありがとうございます。ピーパリさん、おむつありがとう、ナイス。ちょっと何て書いてあるこれ、糖尿病になるんじゃないかと、不安な日々を送っています。お菓子やめられない、カールが好きなんだね。あの人は脅し文句で煽ってるから 100% 弁護士は受けないよ。そんなあるんですか。相沢を永久版にしたらネタがなくなるのだから、あるんだってこれは。相沢浩紀なんかいなくても絶対話題出てくるから大丈夫、もう 100% 大丈夫です。次あるさ、R 社長が出てくるから大丈夫だよ、心配しないで。全然ある。炎上ニュースお疲れ、終わった、お疲れ様です。ミルクもありがとう。本日の炎上ニュース、あ、またこの人だ。あ、ちゃんとツイッター貼った、この子。あ、この人か。あ、この子だ、この子だ、見た。身長148センチだったっけ。ほんまなん、あれ偽物だろう。ありがとう、
本物だとしたらもうちょっとむしゃぶりたいねこれ、うん、で何だった？あ、本日ねパルパルの炎上ニュースが、いつも通り大したことなかったなと思う方はぜひナイスの方お願いします。これ先住にからパルパルの炎上ニュースもうダメだったわ今日もあかんかったという人ね、先住からどれぐらい増えるか確認したいんで、これパルパル飛んできてますから、皆さんがどう思うかちょっとお願いします。これパルパルに伝えるためにね、うん、まあ消すことできます。とりあえずどれぐらいいたか、先住人から何人ぐらいこれ増える、あ20人ぐらいダメだったと思ってる、今日の炎上ニュースもがっかりだったと思う人だよこれ20人ぐらいかがっかりと思った方々、もうちょっといるんじゃないこれ。50人ぐらいいるかなと思った。まだやってる。あ、まだもうちょっと、もう、まだやってるのに増えてるよ。うん。まだやってんのに。しゃぶりたいってあんだろ。そりゃそうだろうな。うん。こんな女の子いないでしょ、普通に。ねえ。今まで弁護士やったことありますよ。うん。ののさん、ありがとう。そんななんか難しい話ないですけどね。弁護士雇うってどうのこうのって。うん。ランキング楽しかったねえ、ポチありがとう。まゆさん今日もねありがとうございます。ちょっと水取ってくる、ちょ水取ってきておしっこも行ってくるわ、ちょっと待っててください。今日は7時間ゴキブリの話をぶっ通しでやるっていうことだからね、みんな待ってくれたからね、掃除したいな。よっしょ。ピカピカさん、あと誰だ、ヒコポンを永久版にしてください。ヒコポン、あ、ミスト取りますよ。結構頑張った、ありがとう、ただいま、結構頑張ってるみたいな配信。パチンカス世界代表イベント中のラジオスロット配信してた、誰それ、狛江弓口のバッグには私がついてるとも豪語してました。あー、あえりママさん、弥生さん、あとは誰だ、あこさん、ありがとう。ダメだよスロット配信はね。でもラジオやったら分からへんのからいいんじゃない。同業者として相沢さんのお店は入れますか、廃れますか。いや、そもそも開業できないでしょ、うん、開業できないとこまで行くでしょ。私が何悪いことした、うん、大丈夫よ、悪いことしてないからそのまま突っ走ってね、永久版になってほしい、うん、どうせたどり着く先は闇の枠だから。チュンさん今日もありがとう。うん、6月1日から、自分でバーするんですか、まあ、それやるのかなどうか分かんないけど、うん、そのあいつが店をやりますとかっていうそんなレベルの店もだからあいつができるようなことでワクワクしてる人が誰もいないでしょ、ね、リスナーのことバカにしてるんだよそんなね、あの商売なんてパッて見てさこれがいけると思ったかどうか知らんけど、まあ、行動力はでもあるよね、行動力は。だから自分がもぐこりとかに出て、あ、これでやっていけると思ったわけでしょ、うん、ほんで思った瞬間に自分の誰かに声かけてこういうことやりたいって聞いたわけですから、うん、まあ、だから行動力はあると思う、そこはまあ認めよう、うん、ああいうことやりたいなだけでとどまらずね、うん、やってるわけだから、リスナーのことを大切に思ってるんだったら嫌われるようなことしないんだよ、そうでしょ、考えても見なよ、相沢光輝のことを好きですって言ってる人
どっかの枠で言えるかじゃ今ここで書けるか、相沢光輝が好きですって生 ID で書けないでしょ。そんなことならないんだって。自分が本当にリスナーのことを大切だと思ってるんだったら嫌われるようなことはしない、ね、堂々と相沢光輝のことを応援してると言えるようなね行動を取るんですよ、うんうん、いやお店に出てて接客業ができるとかね、まあそういう風なものって別に、まあ接客業なんで誰でもできるやん、そら、まあ、できないわけないやん、そんな別にバーの営業でさ、うん、それはできるでしょうけど、お水商売やってたんだったらね当たり前にできると思いますけど、そうじゃなくてやっぱりなんていうの、そのそれでリスナーさんが楽しめるという、あれパルオツパル来た、オツパル来ましたか、どうも皆さん、オツパル勢の方々いらっしゃい、まだか、うん、まだですか。ああ相沢光輝の売り上げは手取りで6万ぐらいだったらしい、うん、6万だったっけ7万だったっけ、うん、28から自営業だってパーソナルトレーナー18年、年齢どうなっとんね、うん、年齢どうなっとんね、本当に年齢も46歳超えて戻る。だから言ってんだよ、あいつが過去にやってきた仕事一覧を全部1年ずつやったとしたらもう90数歳だってね、うん、はい、あ、昨日はカラオケしかやってません。シェーカーが触れるそうです。あ、そうですか。まあ、バカにされてるよね、本当に。シェーカー振るの難しいよ。うん。母さん、パルちゃんの1週間版って誰のことですか？あれだす。パルの1週間版？ヘイヘイとあれじゃない？ちょっとごめん、わかんない。誰のことだったの？全然わかんないわ。誰が版になったんだろう。あ、ひどんなさんは A 級版だったよ。ひどんなさんの話じゃないの、それ。ひどんなさん A 級版。あ、やっぱヘイヘイと太郎がね、うん、そこね、イキリスト花屋香川山田許さいやだ、え、右父1週間やったん、あれ連絡来たくない、あ、1週間やったっけ、っていうかさ、あのイキリスト花屋香川、まあこれはわかるわ、まあまあ別にわかる、うん、なんとかやって、それはわかんないけど山田関係なくない、山田って全然あいつの話してなくない、なんでそれで山田なんだよ、あいつどんだけ山田に恨みがあるんだろうね、あれよほど山田に恨みあるんだろうな、山田なんか全くやってないやんな、うん、あ、皆さんパルパルオツパル勢いらっしゃいますか、オツパル勢の方でいらっしゃいますか、オツパルの方少ないね、これあんまいないんじゃない、オツパル勢いますか、オツパル勢の方々、おーいおーい、オツパルの方いらっしゃいませんか、まだ終わってないのかな、ちょっと確認しよう、うん、オツパルいらっしゃいますか、オツパル勢の方、まだな、パルパルやってんじゃんこれ、まだやってるよこれ、どこに行こうとしてんのこれ、うん、いやもうこのエンディングのテーマ曲が流れてるからもう終わったって言ってるやん、もうこいつがあとはアイテムが飛ぶのを見てるのは嫌だっていう、やってないやん、パチンコスロットやってないやん、あー、よっさんの誕生日会に行くか行かないか、ひどんなさんはツイキャスが A 級版になりました、はい、あ、
まあ、あの実際はひどんなエッグ&プリンっていう、まあ、コンビのアカウントがあったんだけど、そのアカウントが永久バンになりました。その理由はその相方の方が、まあ、衣装が弾け飛んで、あのおちんがね、おちんがさらされてしまったということで、まあそれで永久バンになってしまったの。ちなみにひどんなさんはツイキャスでは、まあ、永久おすすめ規制ということでね、まあふわっちを主軸にやってるのかな。うん、まあ、ふわっちでも結構バンになってる。いやでもさ、結構バンになってるからね、ふわ、マジで。わざとじゃないなら大丈夫じゃん。いや、あのね、多分永久バンだよ。うん。そんなね、ならないもん。そうやろ、ふわっちもおすすめ来てるでしょ。だからね、多分ね、ひどんなさんって、結構やらかしてんだよ、あの人。うん、俺ちょっと何してるか分からへんねんけど、いつもまあなんかね、厚塗りして出かけてる感じがあるから、だからなんでそんなにおすすめ規制になるかなんだけどね。そう。で、あの人何してるんだろうね。でもこの間おすすめ閲覧順で出てたけどな。うん、ひどんなさん出てたよ。だから、ひどんなさんが永久おすすめ規制ではないと思うんだよね。ふわっちは。この間いたもんだって、閲覧順で。うん、閲覧順で3番目か4番目にいたよ。あ、俺2番目。うん、俺2番目だったけどね。うん、そう、俺が人気者になれるかもしれないゾーンだから。うん、あ、閲覧順は出るけどおすすめには出ない。あ、そういうことか。あ、なるほどね。あれ、閲覧順っていう項目がな、閲覧順っていう項目がさ、最初には入ってないところが憎いよね。みんな知ってる？あれ、ちょっとみんなで見せようか、やり方。これ知らないと思うんだけど、このね、右上のさ、ここタップするでしょ、3本線、この閲覧視聴者とか書いてあるやつ。あ、見えない、これ暗すぎ。この視聴者とか書いてあるやつあるじゃん、これ右上のこの3本線、横の3本線ポチッと押すじゃない。で、ここでカテゴリー一覧のところで編集するっていうこのボタンを押すんだよ。ここ編集するって、うん、で編集するってやつを押すと、ここに視聴者数ってやつが出るんだよ。これ本来はペッて外れてるの、チェックマークが。ただこれ視聴者数ってやつを押すと、この上にね、視聴者数で出てくる、これ、うん、ここに出てきます。うん、そう、だそれ視聴者数順で見た方がいい。うん、そうなんだよ。知らないでしょ。うん、おすすめは自分、ただ視聴者順だけで見てるといずれ飽きるから、おすすめから見た方がいいぜ。これは俺教えといてあげる。おすすめが一番いいと思うよ。というのも、おすすめで見ずに視聴者順で見ると、これツイキャスも全部そうなんだけど、大体放送がね、偏るんですよ。うん、あ、その方ありがとう。だから、やっぱりまずはおすすめ順に見ることで、関連性のある人が出てくるから。見るもんないなと思ったら視聴した順に切り替えて、誰が閲覧集めてんのかな、みたいな。そういうのでやる。うん。ね、そのやり方で言ってください。うん。だおすすめから見ることは俺はおすすめしているよ。新しい人に出会えるからね。うん。カフェオレさん、ありがとうございます。うん。で、もっちゃんさん、ありがとうございます。視聴者数を設定に入れても最初の、そうそうそう、一番最初はおすすめから出てくるんだけどね。うん、だから俺枠開いたらおっぱいの人ばっかり出てくる。うん、ライスンさん、ありがとうございます。うん、ありがとう。でもなんかあれ、くるちゃんの放送を最近ほら自分の店で出てくれて絡むようになってから、幸うつそうな女ばっかりが上に上がってくるようになって、うん、グラマラスなね、セクシー系の女の子じゃなくなってきてるから、早急に俺のおすすめなのを変えないと。うん、困ってるんだ俺今。そう、くるちゃんの放送でコメントとか書き出してるからね。そうだ、やっぱこうセクシーな、もっとこうグラマラスな、うん、そういうのばっかり見ていかないとね。ミーツさん、ありがとうございます。松平って過疎なのになんで名前が上がるんですか。いや、これはね、今まで別に過疎じゃなかったんだよ。今まで過疎じゃなかったんだけど、残念ながら今順調に過疎になっていってるという段階なんだよ、松平さんね。その理由は永久にこうブロックをしまくった結果だと言われてますね。あ、神楽さん、
配信者なんでありがとうございますねえ。神楽さんブロンズプラス、お酒が好きな方なのかな。うん、うちのおすすめホームレスみたいなのしかいない。それどういうこと？渋谷のアイコはどう思いますか？渋谷のアイコって誰よ。うん、私のおすすめ欄は香川さん以外はビギナー枠ばっかり。あ、そうなの。いや俺のことフォローしてへんのかい。うん、モナさんありがとうございます。そう、松平さんはね、マンスリーとかも強かった。もともとプラチナプラスだったからね。で、なんか殿下の宝刀のそのピアノを弾くことを禁止されたんだって。うん、まあ、禁止された理由は一体何なのかよくわかんないんだけど、多分そのマンションの騒音問題なのかな。だから多分松源さんは外にピアノを持ってて河川敷かなんかで弾けばいいのにね。うん、そしたら何言われることもないのに、なんでやらないのかなって。うん、自分のおすすめを見ると反省します。なんで、なんでな、そういうなんか HHK なやつばっか出てくるからってこと。男の理性にそのまま従えばいいじゃん。うん、別にいいんじゃない、そんなの。男でじゃあそういう HH な女の子を見て興味がないやつの方が気持ち悪いでしょ。うん、そう、普通に喋ってるだけの女の人見るより普通にそういう系どうしても飛んでいってしまうでしょ。そうじゃないの。だって俺たちなんてほぼ禁欲生活と一緒だよ。一日何時間配信やってるのよ。うん、配信外で女の子を見るぐらいしか女の子を楽しむ期間なんかないんだから。うん、ただでさえリリーの呪縛にかかってるからね。うん、自分の知ってるとこの枠なんかでコメント書いてみな。早期に、おい香川が誰々の枠でコメントしてるぞって言ったらリリーがコメントかけ出してね。そう、とんでもないことになるからね。そしたら、あーリリーさんとか言って、また女配信者にはリリーさんが知られてるってことが立ち悪いんだよ。うん、そしたらなんか知らんけどリリーさんがなんかコメントを書くことによって俺がコメントを書いたことが悪くなるんだよね。うん、同調圧力が、謎の同調圧力が始まって、そうリリーの呪縛って言ってるんだけど、うん、やばいんだよ。だからいかにそのリリーの呪縛がかかってない放送を探し出して、激化ギャルを見つけるからね。うん、そうよ。お疲れ様、トランプ会ね、どうもありがとうございます。メダカさんね、ウサギちゃん3話と、うん、3話じゃ3とだね、3と2と追うものはね。 TikTok ならおすすめに出てこないやり方がある。うん、魑魅魍魎、そうおすすめ、そうなんや、おすすめに出てこないやり方あるんだ。俺ね、おすすめの月下ギャルがいたら Twitter に投稿してるから大丈夫。監視しといて。うん、おじさまにね、そう、ふわおじに教えるやつやってるから。うん、俺独り占めしないタイプだから、俺がいいんじゃないのと思った子はツイッターに載せて紹介するタイプだから。まあもともと有名な配信者はもう投稿しないけどね。うん、ちょっと新しく出てきた子でこれはいいんじゃないのっていう子は紹介してるからね。うん、見てください。リリーの、そうよ、リリーの呪縛から逃れるために。ミーキーさんもありがとう、あやのちゃん、のりこさん、くもんりゅう、あ、リリーの話をすればそこにくもんりゅうありということでね。ねむるこちゃんね、送ってきたんですか。エビマルさんありがとうございます。うん、私のおすすめ、自分のおすすめはミニラ一家が出てきます。2人じゃないの、ミニラさんと娘さんだけじゃなくて他にもやってるの、知らなかったな。うん、ミーキーさんありがとうございます。オツパル来たか、オツパル勢の、オツパルさんいらっしゃい、オツパル勢の方々いらっしゃいますか。オツパル勢の方々どうもおはようございます。オツパル勢の方々いらっしゃいますか。どうもいらっしゃいますでしょうか。おつぱる勢の方々ありがとうございます。たくさんのアイテム、おつぱる勢の方々ありがとうございます。無料アイテムありがとうございます。ミルクを集めております、ありがとうございます。でですね、今皆さんにアンケートを取っております。アンケートを取ってますよ。おつぱる勢の方々いらっしゃい。本日のパルパル大炎上ニュース、あんまりだったなぁと思う方はぜひナイスの方よろしくお願いします。1050ナイスからどれだけ増えるのか試しておりますので、今日の炎上ニュースもなんだあれと、ああもう許せねえよっていう方はぜひ右下の拍手マークを押してナイスの方よろしくお願いいたします。がっかりだよ今日の炎上ニュース、がっかりだったと思う方はね、右下の拍手マークで教えてください。27ナイス増えましたか。これパルパルも見てますからね。どれぐらいがっかりされたのかって、これ数字出てるよ、これ
やばいよ、これ相沢浩喜超えちゃうんじゃないか、これ相沢浩喜ネタを。すごい、うわー、40ナイツも増えて、これパルパルがね、炎上ニュースがダメだって方でしょ、許せないですか。うわ、これちょっと待って、俺だから10か20ぐらいしか増えないと思ったら50、60増えてるんで、うわー、1100超えた、これ怖っ。そうでしょ、そんなに今日の炎上ニュースダメだったって人いるの。うーわー、しかも無料アイテムも滝のように流れてね、ありがとうございます。本当っすか、なんでパルちゃんに厳しいんですかって。それやっぱ俺とパルの関係性だからね、うん、俺だってパルにいつも DV 受けてる側だから、うん、見ていただいたらわかるでしょ、昨日のね、政治の枠見てよ、パルパルいじるやつ俺しかいじってないよ、俺にだけ誹謗中傷してたからね、うん、パルはいつも俺のこと見てニヤニヤしてるんだよ、そして俺に対して誹謗中傷してるからね、うん、だから俺もだってやったっていいでしょそれは、うん、そりゃそうですよね、うん、すくすくご飯をプレゼント、これ一番求めてます、すくすくご飯を俺一番求めてるからね、うん、じゃあほなそこまで言うんだったら、じゃあ逆にさ、じゃあ逆に聞くよ、これ115まで来たね、じゃあ逆に炎上ニュース面白かったとか、じゃあ教えてよ、じゃあ一番面白かったよって炎上ニュース最高だったとか、じゃあ書いてみて、そこまで言うなら、とのつく方ありがとう、すくすくのやつ115から最高だったよって方ね、教えてよ。引っ張り屋月さん、入退院を繰り返している、大丈夫月さんね、115からどれ増えるのって、そこまで言うんだったら、じゃあ教えてよ、これ押してみてください、右下の拍手マークでお願いします。え？ゼロなんだけどゼロだよね、そんなことありえんの、これ普通1は増えるで、これ炎上ニュースが良かった方って1は2増えた、今そんなことありえんの、1も増えて2だよこれ、嘘でしょ、びっくりしちゃうよこれ。あのすくすくご飯はね、これね、有料アイテムをウェブで買わないともらえないんですよ。そうだから俺、有料アイテムは押してる人に投げてくれてもいいから、俺はあのこの無料のすくすくのやつだけ欲しい、この豚を育てて豚のぬいぐるみが欲しいの、俺は豚のぬいぐるみが欲しいが、ちょっと待って、ちょっと、あ、ちょっと、もしもし、香川さん、はいはい、どうしました、はい、これね、香川さん、はいはい、 DV していたというね発言取り消してください。取り消して、いやいや、僕は心に傷を負いましたから。 DV してません。いやいや、すごく心に傷を負いました、僕は。なんてやられたんです DV。 いやだからさ、佐藤さと同じだな、俺のことなんか太ってるとかいろいろいっぱい言ってましたからね。あの皆さん、この DV されたって言ってますけど、うん、香川さんね、ステージの座ってる椅子に座りながらね、うん、僕横にいたんですよ。そしたら足でなんか俺蹴られましたからね、香川さんに。なので逆に DV 受けてます、俺が。いやいや、言葉の暴力がひどかったよ、俺本当に。あれ残って、証拠に残ってるからね、ステージのやつは。それは言いがかりです、あなたが言ってるのは言いがかり。あれ証拠も何も残ってませんから、パルパル、香川さんの、はい、プレゼントいじりがひどかったです、本当に。いや、あれだってほら、ランキング最ランキングあれは何なんですか、あれはランキング最下位だったじゃん、ついちゃいちゃったんですよ、俺はランキングランキング最下位、最下位だったでしょ、今日でも最悪ですよ、ね、香川さんはいはいはい、ナイスの集め方もちょっと雑談じゃないですか雑じゃないでしょ、実際そうだ、今2しか増えなかったよ、だから本人が押してるから1だったね。香川さん、はい、それはね、好きな人は俺に押してますっていや、押し替えることできますから、別に香川さん、俺に押してる人が押し直すわけ、今日俺仙台市ですから。仙台市行ったの？そうですよ。え、そう、おかしいね。だから、まあ、選手がちょっと誘導もありましたけど、はい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 、はいはい、だから、まあまあ、うん、それは増えないですって、香川さん普段だって、だから動かないんですよ、普段500ナイスもきついもんね。そんなことないです、あの、俺すごくナイスナイス言ってたら、うん、1000ナイス行く自信あります。本当？はいはいはい、じゃあ次回から1000ナイス行く？次回から引っ張ればなんとか、うん、引っ張ってやれば仙台さんいけると思います。1時間半しかやらないからね、放送。そう、でパルさん今日行かないの、ご飯は。してください、もう。じゃあご飯行かないの？
あ、ご飯行きます？で、真剣でその配信外で行くなら本気で行くよ。今日ですよね。別にいつでもいいんだけどね。だから一緒にご飯行きたいんですけど、うん、マジで一緒に遊びたいっていうのもある。そうよね、やっぱりそっちの方が強いでしょ。僕はそっちの方が強くて。あ、そうだよね。はい、うん、まあ、ちょっとポーカーだよね。まあ、うん、うん、まあ、いろいろと考えておいてください。そこはわかりました。麻雀でもいいんですけど、うん、はい、わかりました。加賀さん、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあお疲れ様でございました。すいません、加賀さん。はい、どうも。クソ DV 男、はい、クソ DV 男が、まあでもね、うん、今なんか集められましたって言ってくれた人ね、あ、わざわざね、これ買ってくれた人いたんだ。これ真のね、名前ちょっと言えない、真の方、ニコもありがとう、これ買ってくれてね、わざわざ買ってくれたんだ、これ。いや、2人やったからね、ポーカーを誘ってくれるのよ。ハノンちゃん、ありがとう。ポーカーを誘ってくれるんだけどさ、ポーカーね、なんかちょっと頭の中に入らなくて、あ、この方3個目ありがとう、入んなくてね、頭が。この子ちょっと待って、見てみよう。え、現役大学3年生、嘘だろ。大切な恋人がいます。そうかい、うん、まあそりゃそうだな、うん、お幸せに。ウズリンさん、ありがとう。ゼロ番こっちいるのかな。いつも楽しく見てます。本当かいな、あんた。彼氏だろ、どうせ。いつも見てんのは彼氏だろ。お兄さん、ありがとう。相沢がパルパルのニュース批判してるから同調したくないです。え、あんた頭悪いのかって。まあ俺頭悪いね、うん、頭が悪くてよかったんだ。俺ね、俺ガチな話、頭が悪くてよかったと思ってるよ。俺はね、自分でね、こんなこと言うのもなんだけど、自分が中卒だったからこそ今の地位があると思ってる。これなんでかっていうとね、俺頭が、そう、学歴がないから、その一番最低限、まあ、小学生レベルの人間の言葉しか知らないんで、語彙力とかも。ということは、これすなわちどういうことかっていうと、俺が話した話って全員に伝わるわけ。例えばこれが俺が大卒、院卒だとするよね。じゃあもう小卒レベルの俺たちからしたら分からない言葉がいっぱい出てくるんだよ。それってやっぱ分かりやすくないわけ。なので僕は初めて自分で中卒でいいなと思うのはそこなんだよ。うん、ここでやっぱり話をして、俺が話すことっていうのはもう世の中のこの放送で聞いてる人の全てが理解できるわけですよ。そう、物事の順序さえちゃんと立てね、組み立てて喋ればね。そうなので、そこだけは良かったなと思いますね。うん、まあ地頭は悪くないって言われます。はい、だから多分その物事のこう組み立て方、話し方とか、あとは抑揚の伝え方、そういう風なものは多分上手いんでしょうね、それなりにね。うん、カリンさん、ありがとう。うん、そういうことになりますね。いや、俺頭良くないですよ。そう、学歴も最低学歴だしね。一応中学は卒業しました、ギリギリ。はい、中学卒業しましたけど、中学2年生から学校に行った回数は5回もないんじゃないか。あ、これ遊んでたんでね。そうそうそう、非行少年だったんですよ、その時は。中学生の時はね、うん、バカバカやりました。今思えばよく生きてたなと思いますよ。死ななくてよかったよ。自分がもし子供ができた時に同じことやるんだったら全力で止めるね。死ぬよ。うん、おむつ3個ありがとうございます。そうそうそう、学歴あっても社会で通用しない人が多いですよね、と。もうほんとね、大変だと思うけど、でも一生懸命働いてること自体がすごいからね。うん、俺にはできないことだからね。そこで成功が仮にできてなかったとしても、自分に自信を持ってほしいですよ。うん、働いてることだけですごい、マジすごいよ。うん、俺にはもうやっぱできません。アリスさん、ありがとう。豆大福さんもね、あとは浅部さんもありがとうございます。うん、すごいと思う、僕は続かないもん。うん、大福さん、ありがとうございます。うん、背中にお絵かきしてるで、だから何ですか。配信的には時代に恵まれたと思いますか。まあそうね、まあまだ早いことやったタイプだと思うんだけど、まあでも俺どの時代に配信やったとしても
多分そこで目立つ方法はあの頭にあったと思う。うん、そのなんか多分できてたと思いますね、どこでやっても。うん、メロンさんありがとうございます。リンツさんもありがとう。チューちゃんもねありがとうございます。皆さん右下の拍手マークは押していただけましたか。パルパルの大炎上ニュースがたったの1時間半で1000ナイス集めたそうなんですよ。僕も2時間半やってるじゃないですか。俺ちなみに多分1ヶ月でパルパルの炎上ニュースっていうかパルパルの総放送時間の3年間分ぐらい配信やってるんですよ。だから僕毎回3倍分ぐらいのナイスをもらってもいいと思うから、もしよかったら押してもらってもいいですか。すみません俺こんなこと言いたくないけど、うん、パルパルのこと引き合いに出したくないんだけど、僕パルパルの毎回3年以上やってることになりますからね。えーかさん宴会ありがとうございます。ありがとう、応援してくれてありがとう。名前言っちゃってごめんね。うん、今夜旦那が帰ってきたら香川さんの言葉を思い出してお礼を言いますね。いやそうよ、当たり前じゃない。働いてる人はすごく偉い人なんだよ。にゃにゃのつく方ありがとう。5個投げ、そうでしょう、素敵です、ありがとうございます。頭の回転が早いし、あ、そう？ハスハスさん、ありがとう。パルが大好きで、まあそうだね。うん、パルはやっぱり可愛いよね。うん、昔は支援してもらうだけで批判されたのに、ステッカー売ってるだけで叩かれたからね。うん、でも今でもあるでしょ、やっぱりアイテムもらうとね、叩かれることはね。うん、あ、別れる彼氏と、そろそろ別れるか、別れてくれるか。そうだから自分に自信持ってほしいっすよ。僕は皆さんのおかげで生き残ってるんで、皆さんが稼いできてくださってるおかげでね、うん、俺にできないことをやっていただいて、そして皆さんにできないことを俺がやると、そういうことです。あさんありがとうございます。俺はお金のため、今月今年はねお金をしっかり稼ぎまくりたいっていうね気持ちがありますんで、しっかり稼ぎたい。モルモさんありがとう、ね、ソラさんもありがとうございます。めちゃくちゃ稼ぐよ今年は、マジでしっかり金貯めるよ。目標3000万、とりあえず3000万だけ貯めたい目標ですね。3000万1年やな、うん、1月300万でしょ。300万円ってことはやっぱり500万ぐらい毎月稼がないといけないから頑張りましょう。稼いで消えない、消えようがないでしょ。配信者は今の時代芸能人ステッカーぐるくらいうるさとね。えもうステッカー逆に売らなくなっちゃったよね。うん、ステッカー売ることがなくなっちゃいました。はい、稼ぐの応援者ありがとうございます。普通にコメントだけでもいいし、ナイスだけでもいいしね。ナイスでさ50万円ぐらいいったら残り450万でしょ。でツイキャスとふわっちやって一月版2,300もらった後、店で頑張ったらね500万いけるでしょ。うん、頑張りましょう。おむつ3個ありがとうございます。一月やっぱ200万ぐらいは配信で稼がしてもらわないとダメだよね。うん、配信楽しいです。嘘でしょ、10個投げ嘘だ、来た、ナイス、うん、あたす。パルがヨッサンの誕生日に行けと叩かれてました。ヨッサンはパルにお祝いをしないのに、その別に深い関わりがないのに行くわけないじゃない。キャスパルさん、夏海さん、夏海じゃないんだろうなこれな、夏かな、なんだろうね、なんて読むんだろうね。今日はピンボケしてますか。うーん、 OK、 これかなんか蹴られが出るな真ん中にな、ちょっとまあいいだろう。ヨッサンとパルの関係性ってどういう関係性があるんだろうね。まあそれでもさ、強制するものじゃないからね。強制恋よって強制するものじゃないじゃん。マーコさん出会いは求めてません、罰。こんな罰のあれがあったんだ、スタンプが。配信者でも稼げていい風潮に、だから俺ずっと言ってたじゃんね、将来性を見て配信者ってお金を稼がなくちゃならないわけだから、お金を稼ぐこととかもらうことをそういうなんかダメだみたいな風潮を出してたら生きていけなくなるよってずっと言い続けてやってきた。で結果的にそれを文句言ってたのは森喜之ね。よっさんとかはそれに対して反発して金から言ってるお前がどうたらこうたらとか言って俺たちも叩いたんだやつは。シェリちゃん、そうでしょ、うん、ありがとう。で今じゃあいつ俺よりも小じきじゃん、
うん、だから結局先見あの先の目がないんでアホだから、うん、おばあさんありがとうございます。だから俺からしたらアホばっかなんだよ、そんなところで逆張りしてたやつらなんて、うん、さらにいいんですか。じゃあ、あたす麻雀大会でパルちゃん付き合いがあります。あー、そういうことね。横山みどり、あとはそのカナダとかね、うん、ニコ生でいうカナダとかその辺も一緒だよ、うん、まあ、あんまり先の後先のことを考えずにやってるやつっていうのは結局そういう風になっていくんだよ、ロビンソンさんの店にわざわざ行けってか。まあだからそれでパルパルが行くかどうか、行くのかな今日パルパル、なんて言ってたのパルパルは、行くのかな。マーミさんいらっしゃい、ハーピさんもありがとう。パルパル行かないの、行かないってどっちを言ってたんだろうね。行きたくなさそうだった。でもまあ行くかどうかわからないのか。今わざわざ俺に連絡をしてきたぐらいだから行くんじゃない、時間があるアピールしてるから。うん、行かない、行くでしょう。さすがにパルパルはここでね、ひとつまみさん、エロスもネットも、ああこの方ね、うん、思い出したこの文章ありがとう。行かないかな、行かないんだ。パチンコには行くのにな、近所のパチンコには行くのに、うん、行きたくないって言ってた。あ、18日なんだね、まだ先なのか、なるほどね、うん、迷ってた。まあ、迷うなら行くでしょう。リスナーに言われて考えるって聞いてた、まあ、行くそうな気がするけどね、うん。ゴキは法律事務所行ってからどうなんかな、行くのかなと。ああ法律事務所ケンタッキーフライドチキンなんじゃない、それもしかしてだけど大丈夫、ああプロントかな、ああプロントの可能性もあるな、またあいつは、僕知ってるんですよ、配信者の人間でね、うん、なんかそういう風なお誕生日会、そうでしょ、誕生日会ってキリがないんだよ本当に、やってもやってもね、うん、おむつありがとう。まあでもさ、まあ、養分もそうだしパルもそうだしね、まあそのうちの店に来てくれてさ、店で飲み食いしてくれてるじゃない、まあやっぱそこのお返しはしたいんだと思うんだよね、うん。くるちゃんのバーチャルの鼻ほじくってる人誰ですか、喜んの今やってんの。あ、マミゴンさんありがとう。うーわ来た、10個投げる10倍100個分来たぜ、オッケー、おう間の使ってありがとうございます。たぜ1位も見えてきたか、これまたもしかしたらね、今フリー2位だから、うん、あと6万ポイントで抜けるみたいだね。パルの誕生日会行きますか。まあパル、まあパルでもあんま来てないか、パルあんまうちの店来てないしな、うん、まあそのお店にどれだけ来てくれてるかによって俺はお返しはしたいかな、うん。いやだってさ、それだから何回も言うけどキリがないんだよそれ言い出したらね。俺は別に自分もいらないし俺もやらない、お互いのその関係性がちょうどいいと思う、うん。そんなことでもやりだしたら、例えばね俺がねやるとするじゃん、じゃあお前、じゃあ次俺の誕生日の時にパルの放送で、香川の誕生日なのにお前何かやらないのかよみたいになるわけでしょ。そうめんどくさいじゃんいちいちね、その時その時でいいんだよ、うん。政治はだからベッドもらったから、政治はベッドもらってるから、その時にコメント流れたから渡したんだよ、要はそういうことだよ、うん。そうだから養分にはやっぱちょっとあげないとね、うん。そうやっぱそういう流れですよ、人付き合いってそういうもんじゃない、うん。まあただ養分に関してはあいつはうちの店で好き勝手やって俺たちにボロクソ言ってどうのこうのやってるから、まあもうそこで相殺されてんだけどね、うん。あいつは店に来てくれてるけど俺と行った時にボロクソ言って俺は我慢しているからね、何度もな、うん。まあだからそこで相殺されてもいいはずなんだけどもね、うん。まあでも来てくれてるから、うん。そう怖くありがとうございます、そういうことだよ。あれシモンズ、うん、確かシモンズって言ったからね、そう養分誕生日いつだあいつ、Kさん5個投げありがとうございます、名指しで投げてくれてる人を僕は募集してますからね。
女性の方、あれです、ボロクソに言ってくるあいつは、酔っ払ったらバカなことを、謎の理論をね、抹茶さんありがとう、そう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 、謎の理論をぶつけてくるからね、そうだから俺はそういうのは参加しない、極力ね、うん、シモンズなら100万で、いや10何万らしい、10万円ぐらいらしい、だから俺も10万円ぐらいのやつをお返ししたんだよ、そうだからあんまなんかもう配信者同士でそれぐらいのラフな関係が俺いいと思ってる、うん、俺だから自分の店も行こうって言わないし、いつも俺自分の中でポリシーがあって、みんなと飯飲み食いとかしてるじゃない、その時にみんな言ってくれんの、香川の店行こうよみたいな言ってくれんだけど、いやもう違う店行こうって、うん、俺はあのそうやって言うから、いつも だってそれしたらさ、俺だけが得しちゃうじゃん、そうでしょ、そういうの嫌なんだ俺、義理神みたいな、うん、嬉しいよ、それ来てくれるのはすごい嬉しいけど、そのお金もらうからには俺もやっぱなんかしてあげなあかんってなった時に、じゃあそれ何をしてあげたらいいかってきりなくなるからね、だから俺はそれ嫌なんで、勝手に言ってくれる分にはいいんだけどね、そうそうそう、だから俺は基本的にそういうのを自分の店も言わない、うん、行こうとも言わない、もう名前変えます、変えちゃうか、ミシンさんもありがとう、うん、そういうのがあるんですよ、はい、配信、他の配信者の人たちも来てくれたことはすごくありがたいけどね、いや俺は友達いないですよ、そうだからその誕生日とかやるのは自分の店の人間たちだけ、あとはまあ TC は一応ちょっと送っといたけどね、うん、あの同じギガチャやってるからね、まあ知れてますよ、 LINE ギフトで送りました、 LINE ギフトで、あと10月14日か、おむつありがとう、ピアノ様ありがとう、ああそうそうそう、だからそういう感じ、これあんまりだからそういうなんかお互いがどうのこうのやり合うとかじゃなくて、別にご飯ぐらいいつでも連れてくし、うん、そういう関係性がいいんじゃないでしょうか、ゆうちんさん今日も後ろ髪が綺麗だね君は、たまには前向いてみるか、ミルクとね両方ありがとうございます、ちょっとアカウント今ちょっと誰がいるだろうこれ、皆さんどれぐらいいらっしゃいますか、赤出しできる方ちょっと今コメント書いてくれるからちょっと確認します、今前半の方はちょっと読み上げますよ、いらっしゃる方、ココピコさん、リルレロさん、あとは誰だ、はい、抹茶さん、あとアタオカ、ギャル赤ちゃん、ウニさん、お豆腐ちゃん、ランドさんね、うん、ユナリンさん、フリルさん、ケイさん、パタパタマミさん、ルミさん、アーサーさん、カプチーノさん、黄色いマスクさん、コトハさん、ミミタロさん、キキ、どこまで行った、ぶっ飛んだぞこれ今、どこまで行った今、うわすごいことなってこれ、もう読めないこれ、あ、キキタン、シマシマさん、ワカさん、ひまわりさん、アゴさん、ミーさん、フリフリさん、ハナモモさん、ミーさん、サトウシさん、チョビンさん、ユアさん、ランコさん、タムさん、エイカさん、パンニさん、チャウチャウさん、クチュクチュさん、ユキンコさん、ガルさん、アヨチさん、マキタンさん、ユウさん、リッキーさん、チコピさん、メグチさん、ユキさん、リリちゃんさん、シさん、ムギコさん、ルルツさん、ドクミちゃんさん、マルチさん、ゴッツエイアンさん、ビリケンさん、ミーヤさん、サバの、サバなんかなこれ、サバじゃないか。なんだろうなこれ、なんか青の、これなんて読むんだこれ。なんちゃらのすけさん、チャンポンさん、パピットさん、カエルカッパさん、マリモさん、トロロコムさん、トモさん、エヌさん、ラムチさん、ママキツさん、ヒロマルさん、ショコラータさん、ナオキャンベルさん、マユさん、セサミさん、ナミさんね、マンさん、ブンさん、あ、いっぱいいるわ、これ、マサーシーさんと。かなりいてくれるね、これね。うん。ライカさん、ありがとう、ライカさんもね、マサーシーさん、立花さん、ミシーさん、ノンさん、コハクさん、プルーンさん、シゲさん、ユーサクね、うん。ルルさん、マコさん、ありがとう。ユーサクのね、10年間分ぐらいの名前入りコメントでありがとうございます。サバで合ってんのこれ、あれ青じゃなかったっけ、サバって円なんだ、なんかちょっと分かりませんでした、そうなのね、ありがとうございます、うん、同じく仕事、あそうですか、ダルビスさんも、ダルビスさんも聞いてんだね仕事でね、ありがとうございますちょっと俺今日から本当に体を絞らなくちゃならないということで、体を絞るための運動も取り入れながらやっていきたいと思います、ちょっとウォーキングでも行こうかな、でもな、そういうウォーキングの配信とか需要ないから、とりあえずここでなんかいろんな皆さんの話を聞いて配信外でやろうかな、やっぱりな、また帰ってきながら夜やるか、うん、いやその時セイジが言ってたの、金額が12万とかなんかそんな言ってた、うん、言ってたんですよ、そのセイジが言ってたんだよ、シモンズかどうか忘れたけど、うん、
あんこさんまた話題になってますよ。わかんない、あんこさんが何を言ってたのかどうか。あゆりさん今日もありがとうございます。何しようかな。でも歩くのもしんどいんだよね、はっきり言って。この俺ぐらいの体重になってくるときついんだよ。体を動かすことがきつくてきつくてしょうがない。本当に苦しいのこれ、地獄だよ。冗談じゃないこれマジで。ゆりさんもありがとう。佐野さんとくるちゃんと鼻ほじってる男誰か教えてください。誰の話してんのこれ。14大分福岡だから、おしゃんっていう口ってやったね。ゆりさん、いや、お豆腐ちゃん痩せてるでしょ。ああ、おしゃんっていう口ね、これさ、コメント書こう。あ、大分舐めすぎだろこいつ。なあ、大分福岡ってさ、14日大分福岡って書いてあるけど、こいつ大分舐めすぎちゃう。 0.5 になってんじゃん大分。大分めちゃくちゃ回るとこあるからな。うん、 M ちゃんおはよう。わかるか、大分めちゃくちゃあるぞ。家でできるブルブルマシン買えば痩せる。あんなん全然痩せへん、あれ絶対痩せへんわ。乗ってるだけで。うわー、ゆりさんさらにいいんですかね。ゆりさんちゃんとあれ、これネットで買ってくれてる、ウェブでね、ウェブで買ってくれてる、和歌山から。あのすくすくご飯が欲しいんだこれ、ウェブで買って。佐藤ちいさんありがとう、20倍20個分、ナイス。すくすくご飯をぶん投げて欲しいんだこれ。先に何キロ痩せるか対決しましょう。 Y さん何キロなの今。 Y さんはあなたは何キロなんだね。うわ来た、50個で5000ミリ。うわ来た、ありがとう。あ、サバノスケさんもありがとうございます。ユーリさんもありがとう。とぜこれでかい、35%まで育った。この豚をあと2日間で完成させないといけないからね。ありがとうございます。なんかこう毎日ご飯食べてさ、糖尿病、いやわかんない、もうあるかもしんない、糖尿も。俺痛風だからね、糖尿ってあんまないかなと思ったけど、最近疲れやすかったりとかするからあるかもね。157センチ、68キロのデブです。女性か君は。ミラー配信、無断転載、 YouTube への転載一切禁止、見つかり次第しかるべき法的措置を取ろうと思います。取るな取るな、そんなことで、取らんでええ、それ宣伝してもらってありがたいでええんや、そんなもん。そんなこと言ったらどうせ金ならんで、これチコピさんどうも。インターネットはな、いくらそんなこと言ったってやるやつはやるから、あんまりね無理せずに、だイライラするだけでしょ、そんなこと言ったら。ほっといたらええのよ、それするやつはね。どうせ金取れんから、そんなことしたって。いや本当やで、そんなことやったって金取られんから。書くだけ無駄やね。書いたらまた嫌がらせしようと思ってやってくるから。あたおかギャル役じゃ、私も痩せなきゃ。太ってないんだろどうせ。確認しよう。ちょっと待て、かす、細脚太脚、どんな子これ、あたおかギャル赤ちゃん。見れません。あ、使ってません、こっちか。可愛いかもしれない、メガネっ子だ。絶対太くないんだよこういうの。今から変えます。言うとる、そうだよ。そんなね、あの誹謗中傷を気にしてるようじゃダメだ。ね、無視無視ね、誹謗中傷はいいんですね。そんなこと言ってるやつなんかね、人生でね、あのろくなやつじゃないんだから。マミさんね、マミさんも後ろ髪がね綺麗だね。香川さんぐらいになると有酸素よりも先に筋トレして筋肉をつけないといけません。粗品のやつ、あ、そうなの。あー、粗品のね、アンダーバーさん、あやさんね、ありがとう。OK、ベビーカーに、あ、クチュさんありがとう。クチュさんはなんでサムネまたこれにし、これ、あ、これにしてたか、もともとこっちか。糖尿病なら痩せる薬病院でもらえます。あ、オゼンピックね。そんなことしなくても痩せられる俺は。大丈夫、心配しないで。
俺が痩せるって言ったら痩せるんだよ。難病でストレートの20キロを太りました。そうなんなあ。ほんの痩せられへんちゃうの、それ痩せられんの、それは大丈夫なの。もう体型なんかそれ気にしなくていいよ。みんな、俺はなんで痩せるかって言ってるかって言ったら、喋り方もほら噛むようになっちゃったしね。あ、まあこれまあいつなんていうの、これはまいちゃんなんだね。まいちゃんありがとう。あの俺はね、あれだよ、あの息もできないし動くのもしんどいしね、あの外で待ち合わせしたらパルパルと間違えられるし、その辺を踏まえた上で痩せようと思ってるだけで、君たちは痩せる必要性そんな無理に痩せなくていいでしょ。もちまるちゃん本人かこれね。えそんなことありえんのか。すくすくご飯ありがとう。昨日優作と小田さんが喋ってるところを見ながら寝てしまったよ。セラさんありがとう、うん、そうそうそう、困るからね、外で行ったらパルパルさんですかとか声かけられるの困るから、嫌だからね、その人生失態だろそれ、うん、また豆腐そうめん縛りでしょ。豆腐そうめん縛りじゃなくてキャベツだね、やっぱキャベツ、うん、キャベツ豚肉縛りで OK。 豚肉キャベツ、あの豚肉キャベツが一番いいよ、うん。ベビーカー、ありがとう。この方ね、恋がついてる方、これでもレーって読むんだこれ、ありがとうございます。寝落ちわけだったんですか、あの音消してたけどね。ケイさんごこなきありがとう。キャベツが高い、いやプラプラやで、うん、プラプラやで俺。キャベツいくら高くても買えるでしょ、うん、それぐらいは。すんませんけど申し訳ないけど、キャベツは買えるで、うん、それはもうハイブランドは買われへんけどね、キャベツはいけるわ。あんなもいくらなんでも、女結構応援されてるで俺、うん、今マンスリー3位やで、うん、ありがとうございます皆さん。キャベツは買えるよそれでも。俺一番高い時でキャベツ一玉700円してたからね。700円だよ、ビッグラブ。俺がそう、鉄器屋の商売やった時ね、手伝った時に700円だよ。ん、何着ても似合わない、妊婦と間違えられる、家で豚呼ばわりされるなどデブ。あーまあな、どうなのそれは。 Y さんは別に病気とかそんなんじゃなくて普通に食べて太ってしまったってこと、どっちかによるこれ、うん、もし自分が病気とかでもなく食べて太ってんだったら言われても仕方ないな、うん。みーこさんいいのいただいて、あ、5個投げありがとう。これアカウント出してね、アカウント出して投げてくれる人はもう神だよこんなのね。ありがとう、仕事頑張ってね、うん。700円で高くてね、たこ焼き屋やってたから。で、あの京都はね、たこ焼きにキャベツ入れるとこが多いんですよ。だからキャベツを買うんだけど、あの時はキャベツの量も減らさざるをえなかったでしょうね、うん、同じだけ入れらんない、あれ細かく細かく切ってね、うん。20個飛んでた、10個じゃなくて、え、うわゆりさん20、うわわわ10個の来た。なんで俺気づかなかったの、やったナイス、ありがとうございます。ねえ、ゆりさんありがとう、うん。この人俺のこと1位にしてくれようとしてるんじゃない、もしかして。リモートワークになって一気にデブ化し、結果デブによる高血圧になりました。うわー100個分来たぞこれ、嘘でしょ、イエーイ、ありがとうございます。うわーナイス、7000ポイントずつ上がっていってるからね、ありがとうございます。あ、そういうこと、え、ちょっと待って、リリーちゃんカラオケかわいい、やめろやめろ、リリーの呪縛から今逃れてる状況だから、リリーの名前を出すな、リリーが見てるぞ気をつけろ、うん。私は比率的に香川さんの太ってる、それやばいでも、うん、はっきり言うでお前デブやで、うん、気をつけ、デブやからお前、うん、言っといたらはっきり、お前クソデブや、痩せなさい、命に関わるこれ。30個ゆりさん、そうでしょ、ゆりさんめっちゃ、これ何個追ってくれてるの今日、ありがとうございます。いや、それクソデブだろそんなの、俺より比率的に太ってるってやばいでそれ、うん。頑張ろう一緒にな、うちょ、ゆりさんこれどうしたこれ、うん、な、この間からいっぱい掘ってくれたんだけどね、これ20割ダブルだ、これ20割ダブルの人来たわこれ、ちょフォローしてくれてる人だよねこの人、ちゃんと確認するぞこれ、うん。いや、ちゃんとフォロー、これ来月のマンスリー来るな、来月のね、フォロワーランキング入ってくれるよ、これ絶対。さすがに入れるよ、こんだけ。うわ !8000 ミリ来た、うーちゃーこれ、ありがとうございます !100 個分買ってくれたんだ。さあ、ありがとうございます。67% まで来たわ。でもこいつまたあと2個ぐらい育てなあかんからね。いや、クソデブだからこそクソデブって言えるんだよ。
うん、クソデブにクソデブって言われてめちゃくちゃ鬱陶しくない？ムカつくでしょ、ね、だから痩せた方がいいよそれは。うん、だから俺は超人だから耐えれると思うけど、普通の人じゃ俺の体型は耐えらんないよ。本当に苦しいんだから、日々地獄だよ。こんだけ喋ることを、だからパルパルもね、よくこうやってやってんだよ、この足こんなして。うん、俺みたいにこんなにずっとペラ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 喋ることはね、この体型ではほぼ不可能だからね。苦しいよ、喋ってる時に常に息、だからもうプールで泳いでる感覚だから、こうで息継ぎをしなくちゃならないような。俺喋ってる時によくこう深呼吸みたいなしてると思うんだよ。もうここのね、肉がつきすぎて肺がね、もうぐーっと押されてて、こうなんつうんだろう、吸えてないんだよ息が。うん、本来であればで吸えて、吸えてからのこう息が切れるまでの長さってあるじゃない。これを太り出してから半分ぐらいになってるね。もっともっと俺は喋れてたから、一呼吸で。うん、これがきついんだよ。うん、優作が5個投げしてくれた？ゆりさんに謝れよ。なあ、お前男だろ。なあ、え？ゆりさんこれずっとこれな。ゆりさんが100個、50個、20個でいっぱい掘ってる中、お前5個って。お前男か、お前。シルバープラス1位だろ。どういうことだお前、ゴールドになる気あんのかい。なれるかお前それでゴールドに。本当に、ちなみに昨日全部怒ったんかな、小田さんのやつ全部怒ったの。それが気になる。怒ったんちゃんと。そやで、優作1位だったからね、シルバープラスで。うん、まあ、正直そのチャリ配信は結構賛否両論あったみたいなんですよ、あの FC なお曰くね。いや、あれはちょっと優作甘えすぎてると思います。ブレブレですね。賛否両論あった。でもちゃんとしっかり結果として残した。ね、FC なおの取ったことないイベント1位取ってんだからね。うん。だから俺は優作と FC なおが今戦うところだと思ってるね。うん。ほな、また。さよなら、しょうまさん。またね。また来たで、これ、20個。ねえ。また20個来たで。これまたもしかして100個買ってくれてる可能性のカウントしよう、これ。ね、20個。ありがとうございます。20でしょ？これ残り80飛ぶ可能性あるんだよね、これ。うん。小田瀬がエロい体だと思いますか？小田瀬はちょっとね、たまに、危ない時あるよね。理性を働かさないと。自分の店の子だっていうのを忘れて、彼氏とかを知ってるから理性が保たれてるけど。あれがもしこう、なかったら手つけてしまいそうになるよな。40個目これ来た！ 40 個目来たよ。これ分かってる、これみんな、これ3200円だよ、これ20個3200円。うん、3200円だからね、これやばいよ。3203できるかこれみんな、3200どころか、これ4800きた、これドーン20、27、これもう30くるんじゃない、それで100だね、これ16000円。分かるかこれみんな、すごいことになってる、これとんでもないわこれ。そうよ、160円ずつだからね、これ。うわー、来た、100個目来たー。やっぱり100個分買ってくれてる、これ。さあ、ありがとうございます。金がすごい。ねえ。なんか、これで5000ミリしか増えなくてショック受けてるでしょ。これね、倍があるんですよ、ゆりさん。ね、5倍、3倍とか5倍とかあってね、これが倍だったらバッと増えるんですけど、いや、でもおかげさまで78、ありがとうございます。これ、豚が今日中に最後まで行ってれば最後ご利用しでいけるからね、うん、無料アイテムで頑張って稼いでやっていきますね。これはね、ゾウよりもこいつは手強いから、本当にすごいんだよこいつはね。ありがとうございます。そうだ、優作はだから今後ね、また店で働いてくれるかもしれないからね。佐藤氏様ありがとう。そう、あと22000ポイントで1位。おー、強いね、1位の子ね。こんなに掘ってもらってるんだから、もう圧倒的俺が1位かなと思ったけど、まだ2位なんだ。佐藤氏さんありがとう。このおむつポイントでね、多分閲覧数は圧倒的俺の方が多いよね。ちょっと見てみよう、何倍ぐらいあるのこの女の子と。3000、え、3000で俺11万、3000と11万って相当な差があるぞこれ。うん、33倍か、33倍ぐらいあるってことか。ってことは無料アイテムも33倍もらえてるってことだから、相当相手は苦しいはずなんだけどね。まあでも相当苦しんでいってると思うよこれ。うん、ありがとうございます。あとは頑張って、無料で頑張っていこう。うん、で俺今何の話してたっけ。
あ、優作の話だった、優作の話が、あ、体重の話ね。うん、まあ、何キロを目標とか、別にキロ数は目標にしてないな。うん、とにかくあの普通に生きていけるぐらいのレベル、あと目標もう一個、ユニクロで服買えるレベルがいいね。うん、チルチルみちるさんいらっしゃい。あの、そうなの、あと49ナイスで今日の狛江抜ける、狛江抜いといてもらっていいですかね。あんなギャンブル中毒のわけのわかんないロバに負けたくないんで、ナイスの数だけお願いします。本当に49なんで、うん、にだから250かな、1250いければ多分いけると思うんですよ。うん、よろしくお願いします。1400ナイス目標にしておりますんで、すみませんが。みちるさんありがとう。そう、やっぱりね、あのユニクロとかそういったところで服が買えるようにならないと大変なんだよ。うん、わざわざでかいサイズのところで買わなくちゃならないでしょ。今日でもちなみに一人リスナーさんが俺に服を送ってくださったみたいで、ちょっと夕方には受け取ろうと思うんだけどね。うん、その服アディダスのやつ買ってくれたんだって。でも多分入らない気がするな。どうだろう、ユニクロはね、あのネットで買えばでかいサイズあるんだけど、リアルのとこで行くとね、知れてんだよね、数がね。うん、いや、わかんない、サイズはもう。うん、今の俺はサイズがいくらなのかわからないね。ユニクロサイズで言うと多分 XXXXL かな。うん、もしくは 3L。うん、3L、4L じゃない？うん。いや、ギャルソンも着てましたけど、もうギャルソンなんて今もパツパツで引きちぎれるでしょうね。うん、僕はあのギャルソン結構好きなんですよ。なんかギャルソンを着てる人が日本人で見たことないんでね、あんまり多分日本人は人気がないと思うんですけど、嫌いじゃないんでね、ギャルソンのあのデザイン。うん、それ結構好きな、あのカウスとコラボしたりとか結構好きなんだ。ね、野田さんみたいなデザインなら割と着れますよ。でワンピースだろお前。コムデギャルソン、まあ俺は結構好きなんだけどね。そう、あんま日本人で着てる人見たことないですよね。うん、上半身そんな、まあパツパツどころじゃないですよね。もうやばいよね。うん、あの長ズボンみたいです。何あの長ズボンって、そんな俺長ズボンなんかあったっけ。もともと俺が履いてたパンツとかなんて、うん、コムデギャルソン着るんですか、まあ、着るっていうか、まあ、好きなだけ。何個か買ってます、コラボ商品とかね、買いますよ。うん、シプリームね、シプリームはもういいわ。うん、もう飽きた、シプリームもう飽きましたね。一時シプリームよく買ってたけどね。うん、いやいや、な、建造もだから今もうでかいサイズ無理じゃない、多分入らないだろうな今の状況じゃ。うん、建造もよく買ってたんですけどね。だからファッションセンサーもだからよくわからないよね。いろいろ買っております。海外ブランドだと大きいサイズですね。もうなんかここまで太るとね、あのおしゃれ したくないんじゃなくて、まあデブだからこそおしゃれしろよって話なんだけど、もうね嫌なのよ。なんでかっていうと、もったいなくない？だって俺一生デブでいるつもりないし。じゃあ服買ったらもったいないじゃん、いい服買ったら。思わない？うん、しかも俺ぐらいのサイズになると、あの質屋っていうかさ、あの米表とかに持って行ってもさ、高く買い取ってくれないからね。うん、だからもったいないのよ。もうちょっと痩せてからじゃないと。うん、それ100キロ前後ぐらいになったらさ、ある程度いい服買ってもいいけどね。うん。あと最近もうちょっとブランド物に興味なくなってきた。最近ね、もう本当あんま興味なくなってきたな。昔はやっぱりハイブランドで固めないと嫌だったんだけど、うん、今は俺ハイブランドで固める興味があんまなくなってきたかもね。うん、でゆりさん大丈夫？本当にこれ無理してないね、旦那のカードを無理くりとかみたいな、これ大丈夫なのかな。ゆりさんは常々無言で投げ続けてくれるからね、これお心配になるわ、これ。ありがとうございます。惜しいなぁ。これ50個で10倍とか出たら一気にポン抜けてたね。おし、来たね、20個。うん、倍は出ないけど。いや、まあ、旦那さんって勝手に決めつけてるけど、独り身の方かもしれないけどね。うん、これ90だ。これ次10で来るか。うん。
おすすオフブランドかファストブランドが一番です。オフブランドっていうのが初めて聞いた。何なの？オフブランドとファストブランドって何が違うの？ファストブランドしか聞いたことないわ。うわっ、ちょっと待って、これ100の壁超えてきた。これ今120来たぞ。これどういうこと？これ10を飛び、今120分いってるね。おかしいことになった。これさっきから100ずつだったんだけど、これもしかして、150個分来た。来た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 、ありがとうございます。150個分で150投げてくれての、これまさかだけど、これ来るのか、これ50が200個分ってこと？やば、100個分、あれ計算おかしいな。これ150個買ってくれたってこと？うん、ノンブランドだと思う。ああ、そういうことね。あと2800ポイントで1位になるってこと？きた、150個分ありがとうございます。あと2800で1位らしい。あ、本当だわ。あと2800で1位。狛江も下から追いついてこようとしてるからね。うん、ナイスもへばりついてるけれど、皆さんありがとうございます。まあこれも全員のおかげだからね。ゆりさんもたくさんくださってますけどもね、あの皆さんが投げてくださったおかげなんで。おい、小学生来たよこれ。小学高校で次で生だから、あと3つだね。あと3つ育て終わったらいけるのか。まさかここまで育ててもらえるとは。ありがとうございます。そう、まあそうなんですよ。だから服とかちょっとね、あの結構いろいろありますけど、うん、あ、俺が、あ、見てくれる？俺が買った、今までで一番買った、一番もったいない服見せるわ、昨日言ったやつ。一番無駄遣いしたなってやつね。ああ、一番これ無駄遣いしたってやつは見せましょうか。ね。これがハイブランドで最ももったいないもの、最も損だなってやつね、見せますわ。うん。これはもう本当に、一番ダメなやつだね。ハンガーにもかかってないね、これ。一番買ってダメなやつだね。これはね、本当になんで今でも、まあ別に嫌いじゃないよ。うん。これがですね、一番俺の中で買って損した商品だね。うん。ちょっとダウンなんだけど、ダウンのこのビトンのやつね。でこれ中が。すくすくご飯ありがとうございます。この分かります、この柄になってるわけですよ。これビトンの柄になってるのね。うん、ビトンの柄になってるんだけど、これなんと中身ね、中ダウンじゃないんだよ。ダウンじゃないわけね、小さない。いやだから切れるわけないだろ、今も切れないよ。これが切れてたんや、当たり前に。この時にね、切れてるサイズ感だったんですよ、まだ。でこれが一応多分40万ちょいぐらいした。うん、これが一番無駄な買い物だね。俺だから考えたのよ、あ、俺なんか何してんやろって、俺金なんや思ってんやろみたいな。40万ちょっとぐらいしたんじゃない。うん、確かね、綿かなんかだったんだよな。うん、そう。しかもフード付き、フードなしやったら、フードなしの方がかっこいいのに、なんでか知らんけどフードありを買ってしまってるしね。うん、何年前だろこれ。来てみるか、これ上から。スポンジではないけどね。ちょっとピッピッとか、あ、これもうここでダメだわ。あ、もうこれちょっとほら、もう見て、もうここでダメだもんね。ここでも入んないもん、これ。あ、いけるか。あー、怖い怖い、危なっ。あー、怖い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 。ほら、これが当たり前に縛って切れてたんだからね、これ。あ、これちぎれたら40万損だよこれ。ダメダメダメ、さすがに。まだ切る、一応切るつもりだから。あ、ちょっと脱げない、ちょっと背中が通らない、ちょっと待って、背中が、あ、危ないこれ。そう、これね、ほんとでもこれが一番やっぱりね、ダメなものを買ったと思うね。ブランドもんでもほんとこれだけが一番もったいないわ。これ以外のものは別に普通にね、まあ T シャツでね、それは7万8万のやつももったいないっちゃもったいないから、それよりやっぱこっちの方がもったいないでね。ゆりさん、うん、この人なんどうしたのこれ。無ねえ、いいんですか、いただいちゃって。これ本当にありがとうございます。
うん、もう個数がもう分からなくなってきたからねえ、ずっと投げ続けてくれてるのが豚さん来てた、豚さん、豚さんだ、あ、これは名前言ったらあかんかな、この方ね、昭和ついてる方ありがとうございます。おい100個分来たぜ、ゆうりさんナイス、あT シャツ7万そうだね、いやまあ米票で売れると思うけど、いやなんかさ売りたくなくてね、いやまあなんかまあ正直でも売りたくないんだよね、うん、もうちょっと来たい、だって俺まあこれ2回ぐらいしか来てないから、うん、悔しいじゃん、40万払って2回しか来てなくて売るのなみたいな、ちょっとね、うん、ちょっとそれはちょっとあれだから、直拓さん詐欺で交流本当ですか、やめてください、直拓さん詐欺で交流、そんな話初めて聞いたよ、大丈夫か、うん、1位になった、あたす、ここから一気にまた追いついてくるからね、いやまあ嫌いじゃないですよ、元40万も出して買ってんだから、デザイン的には好きだったんですよ、まあでもなんか家帰ってなんかねめっちゃ寒かったこれめっちゃ寒、これ着ててもめっちゃ寒かったんだよ、俺大体ほんでね冬場っていつも半袖にダウンとかなんだよ、俺あのゴモゴモすんの嫌いだから半袖にダウンとかなんかそんな感じなのね。おいゆりさんの100個と麦子さんの5個投げありがとう。でねめちゃくちゃ寒くて調べたわけさ、なんでこれダウンとか着てんのこんな寒いのかなって、このブランドこれ調べたらね中ダウンじゃなかったんだよ、うん、俺びっくりしたね、えだからちょっと舐めてるよね、舐めてた、ビトンっていうブランドが俺信用しすぎてたんだよ、うん、で信用しすぎてたっていうか俺がビトンを舐めてたんだと思う多分、うん、40数万するダウンをまさか中綿かなんかで売り出すとは俺思ってなかったから、うん、だから俺はやっぱさすがにそこはビトンのことを信用しすぎてたし、逆にビトンはそんな安くなかったってことだよね、そうや、だからビトンってこれがもし中にダウンが入ってたとしたらこれ100万超えてんだよ、だから俺はビトンを舐めてたし信用しすぎてた、うん、ちょっとね、うん、でもこれちょっと皆さんに言いたいことがあるんだけど、俺やっぱハイブランドマニアっていうかその昔貧乏やってたからね、あの周りをブランドもんで固めたい病気だったんだよ、でいろんなブランドもんばっかりこうちょろ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 安いやつばっかり買ってね集めてきた結果たどり着いた答えがある、一番割高なのはビトンやで、マジで一番高い、もうビトンが一番高いから、これはっきり言います俺、うん、ビトンが僕は一番割高、まあうん、ビトンが高いと思うね、はっきり言って、うん、はっきり舐めてると思う、うん、いろんな点で舐めてると思う俺、うん、そういやそうだね、あとプラダも舐めてるな、うん、プラダもちょっとたまに舐めてる時あるね、いやおしゃれだけどね、うん、おしゃれだけどこれ何なんていうたまにありますよ、こいつ舐めてんなっていう、 T シャツでなんか白色の T シャツ5枚セットで10万みたいな、はプラダってどこになんかあるんですか、タグにプラダって書いてありますみたいな、お前舐めてるみたいな、それな何がちゃうねんって、いい加減にしろよっていうね、喧嘩売ってる時ありますから、まだビトンはね堂々とビトンとか書いてあるからまだそっちの方がええでこれ、うん、物事の考え方もあれやけどまだなんか堂々と書いてくれてる方がまだええよこれ、20個いいんですか、20個だけもう数が分かりませんよ、俺何個買っていただいてるか、ありがとうございます、そらあの商売潰れへんわと思うわ、うん、まあそんなことをいちいち気にするね人間が行く店じゃないのは分かってるんですけどね、分かってます、我々みたいな人間が行ける場所じゃないの分かってるんですけど、うん、30個だけありがとう、そうだから堂々と書いてるのはダサく感じちゃうとかいうそちらのあなた、それよそれがね、それが問題なんだよこれ、うん、ありがとうございます30個、ちょっと俺今日もしかしたらこんなこと言っちゃなんだけど、これちょっとこれの4分の1ぐらい回収できるんじゃないこの枠で、うん、よかったな、てか聖人の誕生日プレゼント代金返ってくるかこれ、返ってくるかもしかしたら、聖人の誕生日で、うわやばいやばい、これ本当にどうえらいことになってるこれ、ありがとうございますありがとうございます、本当に100個でねこれ育ててくれてるわ、ありがとうございます、あポリエス、いや何やったかな、ポリエステルやったかな、
いや僕はヴィトンは好きじゃないですね。うん、僕好きなのはね、あのプラダですね。はい、僕プラダ好きなんですよ。ありがとうございます。嘘です、冗談冗談、全然あの好きなものとか何もないです。俺香水めっちゃあるよ。うん、香水めちゃくちゃ。うわー、ゆりさん来た、100個分おう、あたすわー、あたすわ。いや、ほんと好きな、いっぱい香水はめちゃくちゃあるよ。うん、誰がでも130キロのデブの香水気になんねん。気になるかよな、もう。ありがとう、アイス200個分。やばいで、これ。ポイント差空いてきた。見てるか、2位のパンちゃん。おい、ぐんぐん話すぜ。ぐん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 。大丈夫か、ポンコちゃん。ありがとうございます。ポンコちゃん確認しよう。どんなやつだ、ポンコちゃん見てみれば、どんな子か。確認しない。え、トム・ブラウン、トム・ブラウンも好きなんです。そうなのよ、トム・ブラウンも俺好きなんだよ。ちょっと待てよ、これのランキングちょっと見たいな。ベビーのゾウじゃなくて豚だね。パンちゃん、ポンちゃん、取り急ぎご報告。どうした、なんかあったのか。異常ナッシング、異常なかった。うん、この方異常なかったです、ポンちゃんね、やられております。100人ぐらい見てんの。あ、これキラちゃんって子も仲間なのか、これ友達なのか。この子も強いんだよね。なるほど、キラちゃんポンちゃんね、キラちゃんパンちゃん、キラパンね。オッケー。以前たまに外配信するけど、セリーヌのパーカー着ておられましたよ。セリーヌのパーカー着てたっけな。 ありがとうございます20個。あー、セリーヌのジャージね。そうそうそう、セリーヌのジャージとかも着てましたね。うん、でもトム・ブラウンは俺好きですね、いっぱい買ってたね。うん、まあそんな話はまあさておきね、もう今トム・ブラウンとかそんなこと言ってる場合ちゃうんですよ。僕今坂膳って言われてるんですから、買い物行く場所坂膳しかないんだよ。大丈夫か、お金いくらもらっても坂膳だけどね。やばいよこれ、ゆりさん、お金もいくらお金もらっても痩せらんないからね。これだけはっきり言えるよ、お金をこんだけ大量にもらったとって痩せることないんだから。うん、今お金はけて買えるよ。今からブランドショップ行って、カバンも買えるし、服も買えるで、これ、ゆりさんのお金で。うん、一個も買えへんで、入らないんだから。意味あるか、これ。な、世の中、こう、うまいことできてんのよ。ね、自分の欲望ばっかり叶えて、こうやって行ってしまうと、いくらお金もらったってね、何もできない。坂膳でいくら買ったって仕方ないでしょ、これ。いや、坂膳のことバカにしてるわけじゃないよ。だけど、それ、なんか違うでしょ。うん。見てください、俺。ね、こんだけお金もらって、ね、ものすごく心が潤ってるように見えるでしょ。タイで買った買い物のアイテムがこちらに積み重なっております、これ。タイから帰ってきた旅行、ボーン。ね、こんな状態ですよ。あれにあれで、あ、一応これプラダのね、バッグです、これ。うん、ね、かわいそうでしょ。こんなあれで、あれ腐ったところに住んでるんだ、こうやって。うん、もう下のね掃除も見てください、これ下ボン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 って、うん、お金で、お金で心の乱れは治らんのや、ほんまやで、これ言っとくで、うん、お金では変われんのやで、これほんまに。綺麗な家もお金ではいけるかもしんないけど、一緒なんだよ結局、自分一人でできないんだから。うん、朝起きたら普通みんなやったら掃除しようと思うでしょ、片付けようと思うでしょ。俺すぐ配信撮っちゃうから、俺、うん、すぐ撮っちゃうから俺ね。痩せる気ない、今日一個も食べてない、俺今一つもご飯食べてないよ、俺本当にもう食べないから、しばらくマジで食べたらもう死ぬ、もう本気で死ぬと思ってるから俺、配信できなくなっちゃう。うん、そうよ、だから本当に野田のこともバカにできないレベルになっちゃうよこのままじゃ。うん、そうそう、任せてくださいよ。うん、裁判が来るの、俺、俺次に裁判がいよいよ始まったか、俺裁判が来るのか。フグデブさんおはよう。うん、いよいよ裁判なんだね。そうか、まあ皆さんとね、この裁判費用今集めときます、俺じゃ。うん、誰と裁判ですか。いや知りませんけど、うん、知らんよ。ちょっと待って、でもこれ総合ランキング今3位だ。あ、もうちょっとで2位になれるな。総合ランキング2位がいいな。20万ぐらいもらえるみたいだからね、これね、クマのやつ。
じゃあクマじゃないわ、この動物のやつか。そうなんだよ、滑舌が悪すぎてね、うん、これが太りすぎの問題なのか何の問題か分かんないんだけど、ちょっと心配ですね。相沢さんが弁護士に会いてる、なるほどね、うん、もう弁護士とのおはる、100個のももはや、これはでもちょっとみんな気をつけて、これちょっと待ってくれ、あの今ちょっと恐怖を感じてるんだけど、ゆりさんの手切れ金の可能性あるね、これあるよ、これ手切れ金の可能性が、俺の今のこの汚らしい一面を見て、え、こんな人なの、じゃあもう勝ったやつ最後さよならってね、ちょっとずつ投げるんじゃなくて一気にパッて、危ないよこれ、ファンタ投げ、きたきたきた、合コン投げ、ありがとうございます、ありがとうございます、これほんと来てるわマジで、9万円だぜ今あんた、うん、今9万円だってな、これやばいで、しかももう 74% までいってるってこと、ふわふわ、これほんま、うん、政治の家の2倍の家住めるんじゃない、これもうちょっとで、ね、無理かさすがにそれは、うん、ファンタジーずっと投げてくださってんのこれ、無言でね、無言の圧力、こういうとこに自分のこのね、あの働かさないとダメよ、どういう心境で投げてくれてんのかな、相沢が大初めて書いたコメントが相沢大嫌い、そっちか、俺のことはとにかくうんぬん関係ないし、相沢大嫌いなのね、いやもうほんとありがとうございます、まあでもそうなんだよね、前から書いてくれてます、いやあのこの間も相沢のことを書いてあったはずなんだけど、うん、こんだけ投げ続けて言った言葉が相沢大嫌い、見たか相沢お前やばいでよお前、これ今何個掘ってくれてるか分かるか、これお前見て分かるだろこれねえ、1200個以上だでこれ、いろんな人が集まっても1000個近く掘ってくれてんちゃうこれ、やばいよ、16万円でお前、お前のことが嫌いだっていう発言を書くために16万課金って、どう思うお前、16万も払われて嫌いという一言残すだけってお前相当やで、こんなの、うん、一文字8万みたいなもんだからな、これ嫌いのね。うん。優香のおっさん。優香のおっさんね。ありがとう。とんでもないこれ。弁護士に裁判を決行するために爪の話を。もう早く、大嫌い2回目。いただきました。うん。大嫌い。もうもはや、相沢っていう名前を書くことすら嫌ってことでね。うん。皆さんもこれもだから認識してあげてください、これ。ね。共通認識で、うん、大嫌い、誰が大嫌いなのかって言ったら相沢のことだっていうことでね、あれださ、重みがすごいでしょこれ、うん、あ、ゆうかちゃんいらっしゃい、うわすごいわこれ、もう圧がす、ちょっともうこれなんかもうえらいことになってるもんこれ、大丈夫なのかな、一個になったわ次、うん、唐突に下がって一個になりました、ありがとうございます、だから逆に落ち着きました、19個でね、ありがとうございます、これ見てたらだからまだムカついてる人いるんだろうな、1600人の人でめちゃくちゃ怒ってる人いるでしょ、大丈夫だから、俺もうダイエットでご飯も食べられないし、ブランドも買えないし、坂前しか行けないから安心してくれ、いくらお金もらっても一緒だよ君たちと、うん、むしろ君たちの方がね、すごくいい思いできる状態だから今、俺お金がだけが溜まっていってる状態だからね、うん、気にしないでください、うん、ありがとうございます、すくすく高校生まで来たよ、高校生で次で卒業で豚でいけるから、これもしかしたら犬までワンちゃん犬もいけるのか、ちょっと待ってください、これ2位を見させてください、2位が見たい、2位これどうなるかちょっとね、ちょっと見させて、2位までだったらどうなるんだろう、ちょっと確認していいかな、これ2位に入ったら犬もらえるのかな、得点で何がもらえるんだろう、ね、2位は、あ、2位はワンちゃんもらえるわ、だからこのまま2位に行けば全部犬をもらわなくても全種類揃うってことか、なるほどね、ゆりさん今になって無料アイテムをありがとうございました、これワンチャンあるな、あと18万3000ポイントか、うん、のこぶちゃんありがとう、いやラッシュが終わりましたね、すごかった、うん、これでもう今日の1日分のセイジの誕生日プレゼント代金はほぼ返ってきました、ありがとうございます、うん、
坂前は真冬でも、試着室に扇風機があり回ってなるほどね。まだやで、まだ嘘でしょ。ゆりさんは誰なの、もう本当にどうなって、まだってどうなってるのこれ。そんなことありますかこれ。今来たよ、今来てくれました。誰ですか今来てくれた人。のこぴちゃんありがとう。今来たかのこぴちゃん。うん、トラさんもねありがとうございます。法律事務所が入ってる建物の中にある喫茶店に行ってるだけでしょって。音楽を変えてあげてって、これゆりさんのためだけでタコやろう。いやいや、タコはもういいですよ。うん、いやまあでもね、まあ本当にねそれぐらい嫌ってるということですから、うん、ここから先の進展をね楽しみたいですよね。うん、いや今ねもうご飯が入ってないからさ、エネルギーチャージができてなくてちょっと弱ってるんだよ俺今。いや本当に申し訳ない。うん、音楽を変えてあげてほしい。どれがいいのじゃあ。音楽何にする。たかしの音楽はね、あのこっちじゃないとねループできないんですよね。こっちならループにできるよこれ。うん、こっちはずっとループにできますよ。こっちにしとくか。20個投げきた、ありがとうございます。さくちゃんいらっしゃい。うん、これはねあのループに、さっきのもう一個のやつはあの中に7分ぐらい動画あって3分で終わって、こうそこ無音なんだよね。多分後半のやつは消されちゃってんだ音。うん、そうみたい。事務所行くから事務所ね、うん、でもあんまりねあんまり期待してもダメだよ、うん、で今そんなね動いたらダメなんだけど我慢してくれ。今日からしばらくおとなしい香川になっちゃうから我慢してください。命に関わってるからね、マジでマジで命に関わってるから、あんまり動いたらダメなんだよ本当に。できないできない、もう本当できない。うん、危ないんだって本当に、命に関わる。今飴玉しか舐めてないからダメダメ。またそれをやることによってエネルギーを補給しようとしちゃうから。うん、いいですかむぎこちゃん、ここだけあれ出す。だからでも皆様あんまりねアイテムとかそんなに無理しちゃダメですよ。うん、程よく投げてください。ありがとう。いやマジなんだって、本当に命に関わるんだよ今。そうじゃなかったら俺わざわざダイエットするのが言わないから。痩せなくていいと思ってんだからね。うん、頭フラフラするんだから、うん、ご飯ちょっと抜いただけで。だからやっぱ糖尿病の可能性あるかもしんない本当に。普通ねこんなねご飯抜いただけではねフラフラしたりしないんですよ。こんな1日なんて栄養足りてんだから当たり前に。うん、だからね頑張りますから。すみませんがちょっとの長いちょっと見守ってください。また痩せたらいくらでもできるからこれ。うん、いくらでもできるからね。うん、いやその可能性あるわな。うん、いやこの BGM じゃない、やっぱりこうやっぱね俺の BGM はこっちだから。うん、たかしの曲をパカってどうすんだよ。でもこの曲はなんかあの他の人使ってる人いたらしいからね。うん、えこれアイテム5個投げ、いいんですか身のつく方。5個投げありがとう。これ誰この写真。うん、あたす。まあ一応雨舐めてるから大丈夫だと思いますけどね。うん、あこれを使ってんのがパンちゃんか。同じイベントで同じ曲を使ってんの。なるほどねパンちゃん、これパクリじゃないですよ。俺もやってましたからね、同じ曲使ってるみたいで。パンちゃん負けないよ、俺強いから。悪いけどね今波に乗ってる状態だから俺負けないよ。うん、なんてったって相沢光輝が嫌われているからね、まあ無敵みたいなもんだよ。俺が逮捕されるまで多分大丈夫だと思うよ。うん、ありがとうございますクルルさんね。リアル子育てよ、リアル子育てよ。あフェイの話な。ちょっと待って、大問題が発生してます。もしかしてなんですけど、もしかしてだよこれ、大問題が発生してるんだけど、ゆりさんが死んだかもしんない。どうなったこれ、ゆりさん死んだのか。これ買い物中かこれ、もしかしてゆり
まだやでって言ってからゆりさんが消息が立たれました。ゆりさんどうなったのこれ。うん、ちょっと心配になってきましたね。うん、強制的にカードを奪い取られたかもしれない。パンちゃん政治の投げ師、え、そうなん。やっと買えた、20個きた、ありがとうゆりさんです。ドーン、ありがとうございます。買い物してくれたみたいです。皆さん見てくださいこれ、ゆりの力来ました。ゆりの力がものすごくこれ活発化しておりますよ。ゆりさんありがとうございます。いいんですか、ナイス。今現在お昼の14時51分でございます。3200円が止まりません。ずーっと3200円が飛び交っておりますよこれ。わかるこれ、皆さん異常だよ。昨日政治の誕生日、1日で150万稼いだってね。そしてその前イベントでなんととんでもないよ、見たこともないような1000万単位のぐらいのねポイントを稼いで、そんなメインイベントが終わってこの時間帯にこんな爆投げをしてくれる人がいるなんておかしいよこれ。ゆりさん、これ何個、ちょみんな数えて、これ数を数えて、みんな今何十個か、ちょっとみんなも数数えて、これこれ8、これ100か、これでこれちょっとみんな見よう、これ数何個来た、これも今何個、これ今80個目。いやもうもっと掘ってくれてんだけど、8、これで100個か、これ100個目、1万6000円分ありがとうございます。来たか、これで1万6000円分来たよ。もう100、うーわ、クルルからも来た、亀にかぶせてます。あ、今度は亀の方に行ってるのね、ありがとうございます。100個できたよこれ、すくすくご飯 8000ml、 ナイス、ありがとうございます。来てるわクルルさんもくれて、今回ペガコと戦ってるらしい。まだ100個あったで、これまだ100個隠し持ってる。300個もとんでもないこれ。もう象が育って、豚ももうほぼ1匹育ってるから、これゆりさんだけで1匹全部揃ったんじゃない、これ象だったら。うん、てっぺん取ってもろて、ありがとうございます。まだ20来た、これ140来たよ。うん、これ140分じゃないこれ、今数、これ160かー、やばいよお前、弁護士費用を求めて花火1個しか飛ばなかったんだって。これ見て、今弁護士に今こうやってね、えお前に訴えられるって投げてくれてる人、これこれもう弁護士、これどうなる、これ何人雇えるの俺、これ弁護士、弁護士雇いすぎでしょこれ、国選弁護士、これ何人の弁護士いけるのこれ、どえらいことだよこれ。うん、これもう最悪あれなんじゃない、弁護団っていうかもう変えるんじゃない、その裁判官、えぐいよこれ、弁護団を買い取れるってこと、もう全員分いけちゃうかもね。相沢講義被害者の会の全員をね、全員をあれしていけるんじゃないこれ。うん、有名な弁護士にお願いできるでしょ。相沢嘘つくな、おいお前嘘つくんじゃねえんだよこの野郎、返しろこの野郎、こら他はお前嘘つきやがって、あの方もありがとうと、これも見てるか相沢、これずっと飛んでるぞ、分かってんのかこれ、今何分飛んでるこれ、3時間からずっと飛び続けてるこれ、イベント本戦みたいになってるよ、すごいよこれ、一気に1位もうぶっこ抜いて、うん、パンちゃん死んでるぜこれ、もうパンちゃん自殺しちゃう、あ、自殺、そ、大丈夫かな、俺心配だよパンちゃん。ジュマさん、ジュマさんもありがとう、アカウント出してくれて嬉しいです。まああとまだ2日あるんですけどね。うん、いや多分とんでもなくもう心配だよね、ポンちゃんショック受けてんじゃないか、10個も来たよ、流れに乗って、葉の方もありがとうございますこれ、10個だけ、ああ、ありがとうございます。俺なんか毎日イベントやってるような気がするな。うん、まあこれだけあいつ、え、香川はギャンカス、ギャンカスに負けんなよな、ギャンカスに負けんじゃねえよお前は、
ギャンブル勝つに負けんのかなあ。顔出しして、女の子がギャン勝つに負けんのかてか、お前ギャン勝つに挟まれてた今。俺、女、狛江みたいな。ギャンブル勝つに挟まれて。うん。ギャンブル勝つやるか君も。梅さん。ありがとう。今日も風船くれてね。梅ちゃん、ありがとう。歌歌ってよ。うん。今日も歌歌ってください。ギャンブルカスに挟まれてるから、これ。梅さん、10倍来た、これ、ナイス !10 個分来たよ。1600円分、ナイス。おい、梅さんも何か分からず投げてくれてるでしょうね。相沢光輝のことなんか絶対知らないはずなのに。いいんですか？うわー、名前やっちゃった、これすごいよ。16個の20倍来た、これ来た、これ、ワン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 、ナイス。おい、さあこれ離れていってるわ、どんどん止まりません。アイテムが止まらんよ、これ。何倍離れる？20万ポイントぐらい離れちゃうんじゃない、これ。一気にこれバツンといって、てかこの総合ランキングの2位行きたいよね。うん、あと20万ポイントで総合ランキングのこれ黒餅ってここ超えられるから、ここ超えたいな、できればな。うん、総合1位はせいぜいきついから2位まで行きたいよね。できれば総合ランキング、うん、超えられたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕もこの2日間はダイエット頑張りますんで、ちょっと喋り方もちょっとねボケっとしてくるかもしれないけど、しっかりやらせていただきますんで、よろしくお願いします。そして僕約束します。本日皆さんに約束することが1個あります。今日総合2位になったらお風呂に入ります。よろしくお願いします。今日は入らないつもりでした。今日はこのまま行って明日まで持たすつもりでした。入ります、この後で。麦子さん、10個だけいいんですか？ありがとうございます。おい、2位になれば入りますよ、今日は。いやだって今日会うことないもん、誰とも誰とも会う。ゆりさん、100個だけで応援で。嘘でしょ、100個だけ。ありがとうございます。ナイス。おい、え、プルンさん、あ、プルンの方もありがとうございます。ファンタも10倍もナイス。おい、オッケー、プルンの方さらに10個だけナイス。ありがとうございます。入ります、この枠で。2位に行ったらお風呂入って綺麗になって、ヒゲも剃って、でその後ちょっと髪の、あ、髪もちょっとあれだったら切ってくるか、これ横ちょっと今から切ってこようかな。うん、ほんで夜さっぱりしたと顔剃りと、この横切るやつ行ってから、枠取ろうかな、夜。すっきりした。顔剃りもやってもらって。ゆりさん、20個だけでいいですか？あ、毛染めもやっちゃう、そこで。黒染めしてくるか？毎日入れ。毎日はちょっとこれ配信、だってお風呂入ってる間に相沢の枠やったら、5000円になりますもん。だから俺お風呂入らないことが時給稼いでるからね。うん、期待値の塊だから。いや、俺今日は食べないよ。うん。綺麗にせ。だから、2位になったら、じゃあ染めます。じゃあ髪の毛も。2位になったら毛染めもしてきます。そこで。黒染めもしてくる。5倍のやつ来たか？ 100 個投げのこれ嘘でしょ？ドーン！ナイス！これ2位いけちゃうか。もう本当にこれ総合の、もうちょっとですよ。総合の2位まで、これあとちょっと、これ20倍来たからね。うわ、あと11万ポイントぐらいだ。何でも貯めるんか。え、何でも、いや、それとりあえずね。うわうわ、来たー、6万ミリ、ナイス。来たって、6万ミリはやばいでしょ。6万ミリ、これどえらい、これ何歩増えるの、これ6万ミリ。えげつないわー。うわー、応援マ、うわうわ、応援マスター成長した。え、ちょっと待って、応援マスターで成長して74、やべえ、応援マスターで成長して74までいった。え、あとこれでゴールしたら俺豚もらえるんだけど。嘘でしょ、やば、嬉しい、これ豚もらえる、俺嬉しい。これ豚もらえたらゴールなんだよ俺。やった、ナイス、ありがとうございます。嬉しい、俺嬉しいわ、ありがとうございます。これもうほんと、うわ、あと3800でゴールだ。え、私も匿名貫通して読むよ、私のパクリ。匿名を貫通して読む？何言ってんのこれ。相沢光輝が始まった？うわー、ありがとう。うわ、高級の5個だけ。あ、北の方ありがとうございます。あー、ナイス。もう来るよ。ゴールは見えてきた。いや、まあもちろんこれ豚まで行っちゃったら、それは犬まで欲しいってなっちゃうけどね、正直。
犬まで欲しいってなっちゃうけど、でもこれちょっとさ、とんでもないよ。うん、ほんで相沢浩輝が何て言ってるかですね、今からね。うん、あ、そういうこと。あ、田崎愛さんね、田崎愛さんはね、あの G 強なんですよね。サムネ見て、これセクシーでしょ。うん、ちょっとね、おしゃれな感じあるよね。金持ち感漂わしてんだよね、愛ちゃん。うん、知ってます。欲を出したらダメって、まあ、確かにね。でもさ、3つ揃えたくなるでしょ。うん、ありがとうございます皆さん、たくさんの応援ありがとうございます。豚バレ来るわ、これ嬉しいわ。いや本当に、いやもういろんな人が応援してくれてありがとうございました。1個からでも助かります。あ、え、サムネ変えた、これこんなサムネじゃなかったよね。うわ、これサングラス取りたいな。綺麗かもこの人、やっぱり全然干物じゃないでしょ。ありがとうございます。5倍来たよ、ナイス、ありがとう。っていうかイベント最終日でもないのに、これじゃ何をやってんのこれね、意味わからなくない？最終日じゃないんだよね。うん、まあでもこれ総合が2位になったら、今から毛染めと髪の毛を切りに行くのと、あとお風呂に入ってやってきます。こなげで、いや全然いいですよ、こなげで、ありがとうございます、助かります。ミミさんからも来たよ。うん、皆さんありがとう。あと11万ポイントなんで、あと11万ポイントでいっちゃう。18分しかない、これきついか。さすがに11万ポイントこれきついか。ミミさんもありがとう。じゃあまあお風呂だけでいいか。クマプルンさんありがとうございます。さあ、やばいぞ、告訴されるぞって。いつでもかかってこいとね、なめとんかお前。うん、アホかお前な。うわー、5倍きたー、ナイスー、ゆうりさんきたぜ。20万100個分ドーン、ナイス、16,000分きてるぜ。ミミさんもニコだけありがとう。これ大切、コクソカモン、これ、うわ、コクソカモンの方、プの方もありがとうございます。見てるか伊沢、これ戦ってくれてるよみんな。お前がいくら訴えてこようが、裁判しようが、何しようが買ってしまうで、これ大丈夫か。もう悪いけど、うーわ、また20個の200個分、これ3万2千分きた、これ運もめちゃくちゃいいで、これすごすぎか、これナイスー、どんちけー。ベビーカーの3個もありがとうございます。佐藤氏もありがとう。オッケー、いやいや、これみんなの違う、麦子さんも10個投げてくれて、うわ、ちょっと待って待って、これすごいよ、21個、これもうすごすぎだろ、これいっちゃうんじゃないか。あと何万ポイント、これ2位まで。やばい、これ。帰ってきたらピカピカの状態でまた相沢浩輝ネタやれるわ、これ。なん、あと8万ポイントだ。あと8万で勝っちゃう、これ。あと8万ポイント行くのか、これ行ってしまう。100個で来て、これ。これもう間違いない、これ豚育って。育ったよね、豚が育った後に、これ次が、犬まで行っちゃった？ここまで行ってるやつ少ないで、はっきり言うけど。もう犬のとこまで育ってるやつほとんどいないからね、これ。俺か政治家じゃないこれ言ってんの。ワンコロまで来るか。ありがとうございます。あ、歌終わった？始まったー。犬来た、犬までやってきました。ここまで来てる人はほぼいないから、これ。犬来たわ。このイベントでもしかしたら犬全部いけちゃうんじゃない？ 2 個ずつもらえちゃうんじゃない、俺、ぬいぐるみ。くわー、弁護士にこれでなんで警察が動かないのかって言われたって、動いてたんじゃないの？向こうは都合よく言ってるってことね。弁護士からは、警察がこれでなんで動かないのかって言ってたと。とんでもないことだと。なるほどね。7人中4人が刑事で3人が民事。あ、楽しみだな、来たな。刑事が来るか。刑事か民事かどっちだろうね。楽しみです。待ちに待ってますよ、俺は。待ちに待っております。皆さん、これ無料アイテムの方もぜひよろしくお願いします。ね、残りね、8万ポイント。あと8万点で抜けます。もうこうなったら抜けて、俺この髪の毛とか切りに行って、相沢の話をみんな聞いておいてください。俺さっぱりしてきますから。うん、さっぱりして、また夜の部に備えたいと思います。夜の部で皆さんとお話をしたい。うん、相談料は6000ちょい。頑張ってやってください。
100% 買ってください。絶対に買ってくださいね。絶対にですよ。あなたが勝つことを心から願っておりますよ。ワンコロも育てていきましょう。ありがとうございます。あと8万いかないか、しかったら。じゃあ今日はじゃあお風呂、あでもそうか、2位に入れなかったら別に俺お風呂も入らなくていいってことだ。そうだよね、まあ別にいいや、じゃあ入らなくても明日まで頑張れ。いや、明日入るか、2位になったら入りに行くし、髪の毛染めに行くからね。8万ってことはファンタスティックの10番が出たら7万だからね。いやだってまだ2位になってないもん、これ今。まだ2位になってないから仕方ないでしょ、これ。お風呂も2位にならなかったら入らない方がいいでしょ。入るなっていう指示だ。あと8万ポイントで行くから入るなってことじゃないの、これ。逆に入らないでほしいからこれ止められてんじゃないの。だってそうですよ。それ以外考えられないじゃん。これと寸止めされてるってそういうことじゃないの。入るなって言われてんじゃないの。髪も切らなくていいし、ね、染めなくていいってことじゃないの。ワンちゃんになったのに、まあ確かにね、ワンちゃんにはなったんだけど、でもそういうことじゃなくて、ミュウさんもありがとうございます。本気だと、裁判を本気でやっております。本気で裁判になるですよ。だってならないわけないじゃない、こんなにね言ってて。ゆりさんの100個投げきた、これナイス。7000ミリリットル、7000っていうか、さっきの10倍、ファンタスティックのこれでかかったな。5倍、マジで9万か6万いったもんね。やばいよこれ、もうすごい、これもう頭くしゃくしゃなりそう。すくすくありがとうございます。100個ずつ、こいつが一番強敵だからね。すごいんだよこいつを育てるのは、めちゃくちゃ難しいんやから。リリーさんが俺のために歌うって、今はリリーの話はええんや、今は相沢光輝と2位の話や。成長の、もう俺正直ね、今回のイベントで豚までしか無理かなと思ってたよ。豚を育てきるかどうかのところになるだろうなと思ってた。それはここまでいけたから。皆さんありがとうございます。とりあえず4時間だな。俺が終わってみんなあいつの話を聞いてもらってから俺が枠開けた方がまあ楽しめるでしょうからね。どうせ髪の毛切ってくるか。髪の毛切ってひげ剃ってさっぱりしてね、それであれしようかな。普通に配信でまた2位まで応援してもらえるでしょうか。夜の部の方々にね、一人の方におねだりしすぎるのは良くないからな。相沢おこカッパになりかかってます。何でイライラしてるの今。今イライラする内容あったの？なくない？今イライラする内容一個もなかったです。くまっちさんありがとう。だって裁判刑、弁護士に行って絶対に自分が勝てるって言われたんでしょ。ニコニコで帰ってくるはずじゃない。それは一体何がイラついてるわけ。顧問弁護士が言ってるのにその先生がつかないってありますか。ありえるわけないじゃない、意味わからないでしょ。 100% 勝てるって。ちょっと待って、これゆりさんのやつまだ最後これ来てくれるか。これもしかして逆転の一手あるのか。うわこれもしかしたらワンチャン2位本気であるな。これ本気であるよ。これ香川さんどうすんの。和歌山に持ち込む時代金かなんか払って、バカなの。1円たりとも戦う、ね、払わないよそんなもん。全力で戦ってやるよ俺は、もし訴状が届いたら皆様にお伝えしますよ。全ての現状もお話ししますよ、僕もきっちりやらせていただきますし、それは皆さんにリスナーさんにまた力を借りないといけないかもしれないけど、全力でやらせてもらいますよ。絶対に俺は屈しない、悪に屈しない、まあ、テロだからねあんなもんは。テロみたいなもんだからね。俺これだけ言ってくれ相沢光輝、お前あまり適当なこと言ってるとお前がもっともっと立場悪くなるよ。お前は刑事事件で4人、3人民事って言ったんだからね。そこの名前の書かれてるメンバーの誰かがやられるとお前言ったんだから、そこまで断定してんだからな。お前吐いた唾飲むなよお前、お前自身は相当な問題になるで。これはっきり言うけど、これふわっちの放送で話してるわけだからね。不特定多数の人間の中で
自分が提示した名前の人間が4人が刑事告訴になると言ってんだよな。お前はその人を犯罪者扱いしてるわけだからな、うん、大問題だぞお前。はるさんありがとう、ナイス、どっちけ。うーわ、5万すげえ、5万きた、5万ミルきた、やばすぎだこれ。これ卒業しちゃうでしょこれ。犬どこまで行く、小学生まで来るから。あんよ、これどうなる、これあんよどうなるんだ。うーわやばいわこれ。4000、ナイス、オッケー、きた。あんよ 16% まで来ました。あんよ 16% 来たよ、来た来た来た。でもこれちょっと待って、このあんよのやつはポイントなってないのか。あー、あと9万ポイントだね。あー、2位はやっぱきついか。まあでも夜の方にもらおう。ありがとうございます。顧問弁護士は企業案件で忙しいから個人顧問。うーわー、豚惜しい、これありがとうございます。惜しすぎたこれ、ファンタナイス。これで20倍が出てたら買ってたね。惜しく、ちょっと2個目、ちょっと待って、これ大丈夫ですか、マジでやばいよこれ、やばいやばい、これほんま金額マジやばい、うん、これ本気でやばいよこれ。うん、十万レベル積んでくれてる、これ30万ぐらい使ってるこれ、やばマジで来てるよこれ、20〜30万レベルで来てるわ、やばいこれ、本当にやばいこれ、来てる。ベビーカーの1個、うん、たまに押し間違いするからこれ、ゆりさん、うん、パーって押しまくって、うわー5枚押して、これうわグレートになってる、来たぞこれ、99個の5枚来た、やばい、これ3万5000ポイント来たよこれ。あともうちょっとだ、うん、これもあとちょっとですよ、うん、この人運が良すぎるこれ、グレートが出すぎだから。あとなんと2万ポイントで抜いちゃうぜこれ、あと2万ポイントで抜けちゃいます、2位までいっちゃうこれ、あと 2.3、 これ絶対行くでしょこれ皆さん、 2.3 万、どうですか皆さん、ちょっと応援してくれませんか、他の方も。すごい余ったので差し上げ、ありがとうございます。え、いいのこの子、見たよ、うん、ありがとう。この間ね、話してたの、このケロの方ね、うん、あの過去を、あの最近俺のところでね、アイテムを投げてくれてる配信者にね、過去を調べるって、過去を調べたんだけど、あの全然あなたのやつ出てこなかった、悪いこと一個もしてないんだね。あとどれ、あとね、ファンタが一発7000ポイントなんですよ。でもし5倍が出れば一発でいけます。7000ポイントで2万3000差なんですよ。そうだから、普通にもし1回も当たらなかったらファンタ4個もいるんですけど、うん、まあまあでもそんなね、あれなんで、まあ3つもあれば当たるでしょ、5倍一発で。 OK、 嘘でしょ、 OK、 これ OK 出るんですかこれ。うわー、髪の毛染めて切ってきてこれる、これ、これ美容室行こうかな、ちゃんとしたとこ、ちゃんとした美容室行って染めてこようかな、これ。だから色気ついちゃうかこれ。120キロで一時ね、髪の毛染めるの嫌だからやめようかなと思ったけど、そうでしょ、こじりすぎ、すみません。いや、こじりすぎっていうかさ、でやってくれるっつんだから、うん、時間で6000円で負けてくれたらしい。ああ、まあいくらでもお金払ってください。パーマも行くかこれね。えしゃあ、よかったわ。いや、ほんとこれだけはね、初めて感謝するよ、相沢に。俺のことを訴えてくれてありがとう。なあ、法廷で会おうな。うん、お前のそのわけのわかんない、エテモンキーみたいな顔面をさ、裁判官に見せてやりたいよ。顔真っ赤っかにして言うんだろうな。弁護人に対しても言うんだろうな。これは違うとか言って。これはこうやって言ったやろとか言って。弁護士に言って、被告人につって、ね。弁護士が、ね、弁護してるときに、それは違う、そんなの言うてへん、私は。とか言って。うん。これあえて、あえて言ってるって、うん、私がこうやって言ったら、こうやって言ったら、ね、分かるかアホみたいなあいつ言うでしょうね、絶対に、うん、私が言った通りに言ったらいいんや、分かるか、うん、言うよな、あいついつも分かるか、分かるって、うん、あいつの分かるで分かったことないよね、本当に一個も分かったことない、正式にパーンつって言われて、うん、毎回言う、おい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 、これ優作きたー、10倍ナイス、10個分、おいナイス。いや、なんかこれから先ね、刑事告訴4人とあれがあるらしいよ。ああ、福ちゃんありがとう。3人は民事で行かれるらしいよ。誰だろうね、民事で行く3人。まあでも4人って
あの、あいつがいつもくくり分けしてたのが、イキリスト、花屋、香川、山田、この4人はなんかくくりで出てたんだよ。だからここが刑事なんじゃないかな。残りの3人は民事で行くっていうから、まあ、雅子、リリー、あの人誰っていうか誰がいんの今誰が入った、夏木か、あー夏木か、じゃあ夏木は刑事だろ、あ夏木は刑事、左右って誰よ、夏木さんか、うん、ベビーカー5個投げ、圧倒のつく方ありがとう、いいんですか、政治とか入らないだろこれいけるのかな、あとこれチャレンジしてくれんのかな、変えたか、これ残り3分しかないな、いけるか、これあと2万ポイント、フェイみたいなことするんだね、いやずっとフェイみたいなことしてるよ、むしろフェイみたいなことしかしてないからね、ずっとフェイみたいなことしてます、はい、っていうか30万ぐらいクレジットカードで買って買い物できるんだね、あ、SP の方ありがとうございます、ナイスココナゲ、いやなかなかできないよ、うん、あの止まるからねクレジットカード途中でね、連絡しとかないと、うん、次、いや次の枠、いやこの枠で終わって、でそのまま行こうと思って、次のもうこの枠で終わって紙とか切りに行って、また夜の部でやろうと思って、はい、まあ、皆さんにあいつの放送聞いといてもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、あいつの放送聞くはおかしいな、誰か放送やってると思うんで そっち行っといてもらって、うん、まああのリリーさんやってますんで、リリーさん見ていただければねいいかなと思うんですけど、いいですかこの枠で、夜の部はだから今から行くから、まあ6時7時ぐらいにはつけられるんじゃない、うん、俺は民事なんだ、あなるほどね、うん、まあ分からない、俺は刑事の夜に、いやでも今の方があの2万にしていただいた方が、ゆりさん2、あの2位までは2位だけしていただければ、はい、そしたらちょっと夜でいけるんで、ちょっと気分よくいけますか、これあと2分で総合2位でちょっと行くっていう約束してたんで、切らない方がいいってこと、じゃあ俺髪とか切らない方がいい、うん、お風呂も入らずそうする、いやどっちでもいいけど、うん、できればまあそっちの今の方がねっていうね、うん、もしこれファンタスティックの5倍かなんかが出ても 1個で1位、2位になれたらもうそこで止めてもらった方がいいですよね、うん、2個投げありがとう、ね、なんか不安定、うん、よろしくお願いいたします、見る枠がなくなる、政治は民事、政治も入ってんだ、政治は民事なんだね、うん、いるから、いやまあでも立て続けにやってもね、もうちょっと行かないと、匂いはまあそうよ、だからお風呂はね、あの誰とも会わなかったら入る必要性ないからね、うん、いやもうちょっとつけますか、相沢がやってる間、うわー惜しい、相沢がやってる間だけはつけるか、うん、相沢どうせ長くやんないから、じゃあ次枠取って相沢がやるとこまではやるか、終わってから行くか、じゃあ俺がね、その方がいいか、裏でつけますか、うん、でもあとちょっととりあえず2位まではしときたいな、これいけますかこれ2位までは、でも次枠で投げてもらった方がいいか、じゃあ、じゃあゆりさんと次枠取りますよ1回、うん、とりあえず取ります、皆さんたくさんの方ありがとうございました、次枠とりあえずあいつが終わるまで枠取るんで、あいつが終わったらやめますね、じゃあ次枠で来てください、たくさんのアイテムありがとうございました、じゃあ次枠でもしよかったらフォローお願いします。